俺の名前は佐野健也。俺は高校を卒業すると一般企業に就職した。高校の時は不良街道まっしぐらだった俺が一般企業に就職するなんて全く考えていなかったが、親は喜んでくれた。そんな俺も現在40歳だ。しかも嫁までいるのだから、嫁には感謝しかない。あの頃はな、悪いことばっかりしてたのに、よく結婚できたもんだと思うよ。そういう俺の前にいるのは、後輩の川添仁だ。お互いに暴走族に入り、意気がって走り回っていた頃の仲間だ。ほとんどの奴が各々道を見つけて、自分の人生を歩み、昔の仲間と会うことなんてない中、こいつだけは俺を慕って、こうして飲みに誘ってくれる。しかも今日は高級和牛だ。嫁に食わせず自分だけ食っているのは申し訳ないが、後輩の前で金がないとは言いたくない。これは俺の見栄なのだろう。先輩は一般企業に入って長いですよね。ああそうだよ、もう22年だよ。いろいろあったけど、なんとか課長にもなれたし、まあよかったかな。そうですか。川添は家業を継いだんだろ。もうかなり上の地位なのか。そうですね、今は若頭です。すごいな、ナンバー2じゃないか。いや、3番目ですね、会長がいますから。そうなのか、それでもすごいよな。そんな話をしていると、俺たちの席に近づいてきたやつがいた。よう、賢也じゃねえか。え？名前を呼ばれはしたものの、相手が誰なのかわからない。俺はじっと相手を見た。だが、やっぱりわからない。誰だったかな？そう思った俺は、失礼ですが、と名前を聞いた。すると、顔色が変わった。なんだよ。俺はお前のことを覚えてるのに、お前は俺のことを覚えてねえってのかよ。まあ、申し訳ないけど、覚えてないな。なんてやつだよ。俺はてめえの同級生の高橋アツシだ。高橋アツシ。てめえが単車転がしてた頃に、俺はてめえに殴られてたんだ。ああ、陰キャのアツシかよ。ああ、思い出したかよ。てめえには何度も殴られたよな。忘れられたんじゃ困るんだよ。ああ、申し訳ない。ガキの頃の記憶は随分と薄れちまったからよ。それにしても、お前、チンピラしてるのか？チンピラじゃねえや。俺はヤクザだ。なんだ、ヤクザかよ。それは驚きだな。陰家の代表みてえなお前がヤクザとはな。世の中、何があるかわからねえや。俺はな、てめえにボコボコにされる毎日が嫌だよ。あの世に行くことも考えたんだよ。だがな、考え直したんだ。どうせあの世に行くなら、てめえをあの世に送ってからだってな。そうなのか、それは申し訳なかったな。でも、そんなことがあったからこそ、今の強そうなお前がいるんだ。よかったな。あ？舐めてんのかよ。舐めてなんかいないさ。あのまま弱っちいままじゃかわいそうだったからな。強くなってよかったじゃねえか。それがバカにしてるって言うんだよ。俺がどれほど悔しい思いをしたか、てめえにわかるかよ。わかったらあんなことやらなかっただろうな。人の痛みがわからねえから殴ったりいじめたりするんだよな。まったくガキってのは恐ろしいよな。そうですね、怖いもの知らずというか、自分のことしか考えられないんですよね。大人になるとそれが後悔になったりするんですけどね。そうなんだよな。あんなことするんじゃなかったって思うけどな。アドの祭りだよな。何しみじみ語ってんだよ。昔話するために俺が出てきたわけじゃねえぞ。ああそうだな。まあ、ガキの頃のことだ。勘弁してくれよ。勘弁なんかできるかよ。てめえのために俺はヤクザになったんだからな。
なんで俺のためにヤクザになったんだ？暴走族に入ったてめえだ。高校を卒業したら必ずヤクザになろうと思ったからだよ。ヤクザのてめえを叩き潰すには自分もヤクザになるしかねえだろうがよ。そうか、なるほどな。でもな、俺はヤクザじゃねえんだ。はあ？なんだと？俺は普通のサラリーマンだよ。嘘をつくな。嘘ついてもしょうがねえだろう。てめえが一般人になるはずがねえだろうがよ。てめえは絶対にヤクザになるはずなんだ。思い込みが激しい人ですね。そうだね。誰が思い込みだってんだよ。俺はてめえに復讐するためにヤクザになったのによ。そのてめえがどうして一般人なんだよ。どうしててめえはそうやって俺の考えの裏を行くんだ。そんなこと言われてもね、そういうつもりはなかったんだよ。でもたまたまそうなったんだからしょうがないかな。しょうがないかなじゃねえんだよ。だからさ、昔のことだし水に流そうぜ。てめえはヤクザになったから素人には手出しできねえだろ。俺はヤクザのてめえに手出ししようなんざ思わねえや。お互い住む世界が違ったんだから忘れるしかないだろ。冗談じゃねえ。誰が忘れられるかよ。あの頃の屈辱は忘れることなんてできるわけねえだろが。そうか、困ったな。だが今の俺にできるのは謝ることくらいだ。もう拳を振るうこともないしな。俺は何のためにヤクザになったんだよ。それは知らないよ。今までずっとてめえがヤクザになったと思ってたから、あちこちのヤクザを探して歩いてたのに、一般人になってたんじゃわかるわけねえや。なんでこう思う？なんでと言われてもな、これはそういう運命だったのさ。そこでごちゃごちゃ言っててもしょうがねえだろ。野田、再会を祝して一緒に飲まねえか？誰が飲むかよ、てめえの酒なんて。困ったな。じゃあ。俺は椅子から立ち上がった。アツシは俺が殴りかかってくるのかと瞬時に構えた。だがもちろんヤクザ相手に戦おうなんて思わない。俺はその場で深々と頭を下げたのだった。本当に申し訳なかった。ガキの頃のこととはいえ、この年になってあんたの苦しみを少しは理解できるようになったよ。許してくれというのは無理だろうが、俺にできるのは頭を下げることだけだ。申し訳なかった。俺が謝るとムッとした顔をしたアツシだったが、無言でいなくなってしまった。気が済んだのかな？いやー、済んでないと思いますよ。俺が殴られればそれで終わるなら殴られるけど、そんなことで終わりそうもないしな。まあ無理でしょうね。それにしてもまさかこんなところで奴に会うとはね。これも運命なのかな。こんなところで会いたくはなかったでしょ。俺がやったことだからしょうがないけど、川沿いには嫌な思いをさせたね。すまない。いえ、結構面白かったからいいですよ。その時、俺たちのテーブルに濁った水がぶちまけられた。一体何が起こったのか分からず、呆然としていたが、周囲の客は悲鳴を上げている。顔を上げるとそこには、先ほどの高橋敦が立っていた。しかも、バケツをひっくり返したらしく、そのバケツを床に放り投げたのだ。え？これ？野田、てめえにはちょうどいいだろうよ。アツシ、お前何したのか分かってるのか？ああ、分かってるさ。トイレの汚水をぶっかけてやったんだよ。てめえにはこれくらいがちょうどいいんだ。俺だけならいいが、ここにはお客さんがいるんだぞ。それに関係ない川沿いもいるってのに、こんなことしてただじゃ済まないぞ。知るかよ。チンピラのてめえに肉なんてのは似合わねえんだ。だから俺はヤクザでもチンピラでもねえって。惨めだよな。いや、お前の方がよっぽど惨めだと思うぞ。
料理に汚水をかけられ、食べることができなくなった上に、体にもその汚水がかかっているのだ。これでは臭くてたまらない。だが、俺にだけならいいのだが、目の前にいる川沿いにもかかり、店内は騒然としている。これでは、せっかく高級和牛を楽しんでいる他の客にも迷惑だ。店員が飛んできて、床を掃除する者がいたり、客に頭を下げたりと、大変な騒ぎになっているのに、アツシは大声を上げて笑っているのだ。俺が惨めなわけねえだろうがよ。これでもまだ俺の気は済んでねえんだからな。その時、川沿いが怒鳴った。お前、どこの組だこら。低く、ドスの効いた声を発し、アツシを睨むその目は、俺が知っている川沿いではなかった。やっぱりヤクザだな。すごい迫力だ。なんだ？おいガキ、誰に向かって言ってんだよ。こいつのダチってことは一般ピーポーだろうが。偉そうな口聞いてんじゃねえぞ。誰が一般ピーポーだ？こんなことしてただで済むとは思ってねえよな。うるせえんだよ。うるせえのはてめえの方だ。どこの組なのか答えろよ。ヤクザだヤクザだって言ってるがよ。組の名前も言えねえようなチンケな自称ヤクザじゃねえのかよ。なんだと？ふざけるな。俺は泣く子も黙る小林組の高橋敦史だ。え、小林組？今まで睨みつけていた川添が小林組と聞いて吹き出した。次の瞬間には我慢ならないというように大声で笑い出したのだ。なんだてめえ、何がおかしいんだ。これが笑わずにいられるかよ。偉そうなことを言いがるからどこの組織の人間かと思えば小林組かよ。何が泣く子も黙るだよ。泣く子も笑う小林組だろうが。なんだと？そういうてめえは何なんだ。一般人のくせしやがって。俺が一般人なわけねえだろうがよ。どう見ても一般人だろうが。おい、小林のチンピラ、俺はヤクザだ。こういう敵衆が楽しむ店に来るときは、一般人に紛れるような格好をするのが礼儀だろうが。お前の組ではそんなことも教えてねえのかよ。なんだと？てめえは高校を卒業してから何年ヤクザ稼業してやがるんだ？まあ、何年やってようと。半年もやってりゃ分かることだがな。それが分からねえってことはよほどのバカなのか、それとも小林の組長がてめえら下っ端なんかどうでもいいと思ってるかだな。組長を悪く言うな。うちの組長は立派なお方だ。だったら組長の顔を潰さねえようにこういうところではどうしたらいいのかよく考えることだな。うるせえや。小林組組員のこの俺様にそんなことを言って後悔することになるぞ。なるかよ。この俺様は小林組くらいで後悔なんかしねえんだよ。てめえもしかしてヤクザなのか。今頃気がついたかよ。どこの組のもんだ。俺の顔を知らねえのかよ。やっぱり下っ端ってのは大したことねえな。アツシ、この人は川添組の若頭だよ。え？川添組の？ああ、その通りだ。だから、この辺で帰った方が身のためだぞ。は？嘘こけ。嘘なんかついてねえや。お前のために言ってるんだ。若頭に謝って帰れよ。アツシはじっと考えていたようだが、何かをひらめいたらしい。にやりと笑うと、なるほどな、とつぶやいた。てめえら、川沿いの名を語れば俺がビビると思ってやがるな。そんなことがあるかよ。その程度のことで俺がビビるわけがねえんだ。アツシ、やめておけって。俺は本当のことを言ってるんだ。お前が川沿い組に勝てるわけがねえんだからよ。特に陰キャ代表だったお前とこの川沿いとじゃ天と地ほどの差があるんだ。
うるせえや。素人は引っ込んでやがれ。引っ込んでられるかよ。お前の相手は俺だろうが。てめえの相手は今後いつでもできるんだよ。だがな、てめえの前にこのガキなんだ。こいつは俺の組長をバカにしたんだからよ。許すことはできねえのさ。組長をバカにされたのは、お前がそんな格好でこんなところに来てるからだろう。しかも、周りのお客さんのことも、店のことも考えずに、こんなことをしたからだろうが、言われてもしょうがねえだろう。俺たちだって、こんなに臭かったら、もう飯を食うところじゃないんだ。今日のところは終わりにしろよ。誰が終わりになんてできるかや。ふざけたことを抜かしてんじゃねえや。元はといえば、てめえがガキの頃にしたことが原因だろうが。だから、そいつは謝ったじゃねえか。謝ればそれで済むってもんじゃねえんだよ。俺の人生は、てめえのせいで壊されたんだからね。先輩、こういうやつは思い込んだら100年目です。周りの声なんて、まるで聞こえないもんですよ。でもね、店の迷惑だから。それに俺たちだって、こんなことになったら帰るしかないでしょう。このまま返してはくれないですよ。蹴りをつけないと。川添、ここじゃまずいから、こいつのレベルに合わせたらダメだろ。確かにそうですがね。俺のレベルに合わせたら低くなるっていうのかよ。こんなところで怒鳴り散らしてるんだ。低くなる以外にないだろうが。もっと大人になれよ。さっきから分別ありそうな発言ばかりしてやがるが、すべてはてめえのせいだってんだよ。いや、あんたのせいだよ。トイレのお水なんかぶちまけるんだからな。これじゃあんたと同じに臭くてたまらねえや。俺が臭いってのかよ。川添、火に油を注ぐな。どうやら川添もかなり頭に来ているらしく、つい煽ってしまうようだ。しかも敦の方はその煽りに乗っかるわけだから、余計にエキサイトするわけだ。これはもう昔の話というよりはヤクザ同士の対決なのだろう。この俺様にそれだけのことを言うんだ。覚悟はできているんだろうな。それはこっちのセリフだな。あんたは俺のことを川添の若頭だと思っちゃいねえようだが、先輩は嘘なんかついちゃいねえ。つまりあんたが敵に回してるのは川添組ってことだ。最悪小林組を潰すことだってできるんだぜ。え?じゃねえんだよ。そんなの当然のことだろうがよ。いや、そんなわけねえ。ケンヤとつるんでるやつが、そんなでかい組織の、しかも若頭のはずがねえんだ。俺を脅してるだけなんだからよ。そうだよ。ビビることはねえんだ。どうやら、アツシの方は、もしかしたら本当に川添の若頭なのかという思いが湧いているらしい。だが、俺が一緒にいるからそんなはずはないと、いい方に考えたいのだろう。しかし、これが本当に川添組の若頭なのだから、敦の負けは確定しているわけだ。敦、本当にこれ以上はやめろ。お前だって、やばい相手だってことは、うすうす気がついてるんだろ。これ以上、店に迷惑をかけるなよ。うるせえんだよ。俺がこんな奴に負けるはずがねえんだ。おい、表に寝がれ。てめえをボコボコにしてやるからよ。そう言って、川添の胸ぐらをつかんだ。だが、川添は恐れることはなく、敦の手首をつかんだのだ。そして、握りつぶすようにすると、敦が悲鳴を上げた。すごい握力だな。うるせえのはてめえの方なんだよ。この俺様に触ってんじゃねえや。汚えウジ虫が。俺がウジ虫だろか?俺はてめえのようなウジ虫とやり合うつもりはねえんだ。下っ端とやり合っても話がつかねえからな。組長を呼びな。なんだと?小林の組長を呼べって言ってんだよ。これだけ店に迷惑をかけたんだ。下っ端レベルの話じゃ、すまねえだろうが。何言ってやがる。
てめえのために組長が来てくれると思ってるのかよ。あるわけねえだろうがよ。俺が呼んでると言えば来るさ。早く呼べ。うちの組長は忙しいんだ。だいたいてめえのような下っ端のやつに来るはずねえって言ってるのがわからねえのかよ。下っ端野郎が関東一と歌われた川添組の若頭をバカにしてんだ。てめえがケリをつけようったってそう簡単なことじゃねえだろうがよ。だから組長を呼べと言ってるんだ。それでも呼べねえってのかよ。何が関東一の川沿いだよ。てめえが本当に川沿いの若頭かもわからねえのに組長を呼ぶなんてできるかよ。それによ、組長を呼んだら最後てめえの命はなくなるんだぜ。そいつを考えて言ってるんだろうな。まったく、どこまでバカな野郎なんだ。下っ端レベルの話じゃなくなっているっていうのに、結局てめえは下っ端すぎて組長を呼ぶこともできねえってことだよな。だったら俺が呼んでやるよ。はあ？てめえに呼べるわけねえだろうがよ。何ふざけたこと抜かしとんじゃ。うるせえんだよ。こんなところでどうなるだ。どこまでも教育が行き届いてねえな。そう言うと、川沿いはスマホを取り出し、画面上をスライドさせると、一つの番号をタップした。どうせ適当な番号に電話して、組長と話してる演技でもするんだろ。その手には乗らねえぞ。川沿いは、ちらりとアツシを見たが、相手にはしなかった。呼び出し音が二度ほど鳴ると、相手が出た。川沿いは、スピーカーモードに切り替えると話し始めた。川沿い組の若頭、川添仁です。あ、これは川沿いの若。いつもお世話になっています。お宅の下っ端が俺の先輩に難癖つけてるんですがね。え、どういうことでしょうか？その会話を聞いた敦は、本当に小林の組長だと分かり、顔色を変えた。嘘だろ。本当に川沿いの若頭なのかよ。だからそうだって言っただろう。やばい。やっとこの状況のまずさが分かった敦は、じりじりと後ろに下がると、店員を押しのけて店から出て行ってしまった。結局、あいつが食べた分は払われず、店には迷惑かけ放題となった。あ、高橋のやつが逃げましたね。このままだと店に迷惑がかかったままになりますので、そっちに行きますので、蹴りをつけさせてください。小林組長は、わかりました、お待ちしています、と言うと、電話が切れた。あの野郎、よほどのへだれだな。これじゃもう、食事なんてできないな。先輩は帰ってください。でも、ここの迷惑料を払わないと。大丈夫です。俺が全部始末つけますから。いいのかい？結構な金額になると思うけど。大丈夫ですよ。ヤクザにはヤクザのやり方がありますから。仇の先輩は気にしないでください。俺はそう言われ、申し訳ないと言いながらも、体の匂いを取りたい思いが先に立ち、帰ることにしたのだった。それから数日して、川沿いから連絡があった。この間は迷惑かけたね。お詫びにまた一杯おごらせてくれよ。俺はそう言って詫びたが、川沿いはそんな必要はないと断ってきた。大丈夫ですよ。ところで、あの野郎の始末はつけましたんで、もう二度と先輩に絡んでくることはありませんから。え？始末をつけたって。ヤクザが始末したといえば、消したということになるのだろうか。まさか、あの程度のことでそれはないだろうと思ったが、何がどうなったかと聞いてみた。すると川沿いは、あれからのことを詳細に聞かせてくれた。川沿いは店のことは幹部に任せ、店に言い値は払うように言うと、一旦自宅に戻ったそうだ。シャワーを浴び着替えると、小林組に乗り込んだ。
この件についてはもちろん川沿いの組長にも通したらしく、話がこじれた時は組同士の抗争も辞さない覚悟だったそうだ。ところが部下を連れて小林組の事務所に行くと、小林組長は平身低頭だったという。この度は誠にご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。小林さん、謝って済むことじゃないんですよ。はい、それは重々ですが、詳細がわかりませんので、よかったら最初から話してもらえませんか。いいですよ。お宅の高橋敦史という下っ端が俺の大事な先輩にイチャモンをつけてきたのさ。俺と食事中にトイレのお水までぶっかけてよ。おかげで高級和牛は食えねえし、俺たちは臭くなるし、他の客たちも大変な迷惑よ。店には迷惑料とあの野郎の飲食代を払ってやったが、これで終わりにはできねえってことだ。若が高橋の代わりに飲食代を。ああ、飲食代もだが、店への迷惑料はかなりの金額だ。俺が払うべき金じゃねえのにな。そうですね。しかもあんな店にチンピラだとわかる服装で来やがって。店の連中だって入店拒否したいだろうが、それもできねえ。片岸衆に迷惑がかかるような格好をあんたの組では許してるのかい。いえ、とんでもない。片岸に迷惑がかかるようなことは絶対にするなと口を酸っぱくして言っております。そうかい。それなのにどうしてだろうな。平気で迷惑をかけるだけじゃなくて、俺の先輩は仇だってのに、一般人だと分かってもしつこく絡んできやがった。その上、俺が川沿いの若頭だと言っても信じねえ。あんたのところは下っ端にどんな教育をしてるんだ。それは申し訳ないです。さて、ここであんたを責めたところでどうにもならねえや。あんたの出方次第じゃ組同士の抗争にもなりかねねえのは当然だがよ。まずはあの野郎を出してもらおうか。それがですね、先ほど電話をもらってからすぐに高橋に電話をしたんですが、これが全くつながりません。そこで部下に奴を探すように言ったんですが、どこに隠れたのか未だに見つからないんです。見つからねえからどうだってんだ。見つからねえから終わりにしましょうってのか。さすがにそうはいかねえぜ。あ、はい、それはもちろんです。見つかり次第ご連絡いたしますので、それでいかがでしょうか。おいおい、二度も足を運べってのかよ。俺もそんなに暇じゃねえんだ。さっさと奴を捕まえて俺の前に連れてこい。それができねえなら小林組は今日中に潰すことになるぜ。どうかそれはご勘弁ください。その時事務所の電話が大きな音で鳴り響いた。小林が電話に視線を向けると、組員の一人が電話に飛びついた。何度か返事をすると、小林に高橋が見つかりましたと叫んだ。すぐに事務所に連れてこい。小林がそう言うと、部下は電話に向かってその言葉を伝えた。電話を切ると20分ほどで事務所に来るということだった。川添はタバコに火をつけると大きく煙を吐き出した。それから20分とせずに組員に連れられた高橋がやってきた。おい高橋、てめえなんてことしてくれやがった。違いますよ組長、俺は何もしてねえんだ。何もしてねえのに川沿いの若頭が来るはずがねえだろうがよ。おい、何が違うってんだよ。てめえはあれだけのことをしておいてやばいと思ったら逃げるのかよ。いやそうじゃないんです。急用を思い出しただけなんです。お、じゃあその急用は終わったってことだな。まあそうかい。じゃあ話し合いと行こうじゃねえか。はい。てめえはこの俺を随分とバカにしてくれたよな。申し訳ありません。
知らなかったこととは言いながら大変反省しておりますので、どうか許してください。さっきまでの態度と随分と違うじゃねえか。賢也さんのことはどうするつもりなんだ。すべて忘れるということでいかがでしょうか。二度と奴の前に姿は現しませんので。つまりあんたはこの 1,2 時間の間に反省してそういう答えを出したってことか。はい、その通りです。そうかい。それが本当ならまあいいだろう。二度と先輩に関わるな。いいな。はい、ありがとうございます。さて次だ。あんたが先輩や俺にお水をかけ、店に多大な迷惑をかけ、自分が食べたものの代金も払わず勝手に出て行っちまったことはどうするよ。あ、こいつはすいませんでしたじゃ終わらねえ話だぜ。何せあんたの代わりに迷惑料は払ってるんだ。それにてめえの飲食代もな。すいません、お支払いいたしますので。そうかい、払ってくれるんだな。全額。もちろんです。払わせていただきますので、この件に関してはそれで終わりにしていただけると。ああいいぜ。ただし安くはねえぞ。いくらで。そうだな、店への迷惑料、賢也さんへの迷惑料、あんたの飲食代を合わせて5,000万、それにこの川沿いの若頭にお水をかけた分と川沿いを動かした分が5,000万、合わせて1億だ。1億。それはいくらなんでも。いくらなんでも何だってんだ。こっちは小林組を潰す覚悟できてるんだぜ。あんたの返事次第で小林組がこの世からなくなるんだ。そうすれば小林の組はあんたを許さねえだろうな。一生生き地獄だ。さあその覚悟があるなら払わずに逃げるか。逃げ切れるとは思わねえがな。高志、てめえが自分でやったことなんだ、払うんだ。払えと言われてもさすがに1億なんて金ないですよ。なけりゃ借りればいいだろうが。てめえのために首を潰すなんてことできねえんだからな。それはそうですが、だったら組長、1億貸してくださいよ。ふざけるな。組員が必死に働いた組の金をどうしててめえのために出すことができるんだよ。俺が金貸しの金田を呼んでやる。奴に借りればすぐにでも1億くらい用立ててくれるさ。そんなことしたら俺はどうなるんだ。うるせえ、黙ってろ。小林はそう言うとすぐに来てくれるように金貸しの金田に連絡を入れた。電話を切ってものの10分とせずにやってきた金田は腰を低くして満面に笑みを浮かべ、その場で1億を貸してくれた。俺はどうなるんだ。その言葉を聞いた金田は高額バイトを紹介したが、それは誰もが恐れるカニ漁船に乗ることだった。カニ漁船なんて一歩間違えたらあの世行きじゃねえか。怯える高橋だったが、有無も言わさず連れて行かれたそうだ。そんな話を聞き大変なことになったものだと思ったが、そんなところに送り込まれたのでは俺の前に現れることはないだろうと思っていた。それから十数年が経った。俺は相変わらず川沿いと時々酒を酌み交わしている。あれから10年以上か。高橋のやつはどうしているんだろうな。まだ帰ってきたって話は聞かないんだろう。気になりながらも俺とは住む世界の違う男のため、俺は川沿いにそう聞いてみた。そうですね、海に落ちたって話は聞きませんし、結構元気にやってるらしいですよ。1億は返済できたのかな。ええ、できたようですよ。そうなのか。借金を返済できたのにどうして戻ってこないんだろうな。気になりますか。ああ、同級生だからね。
もう年齢だって50を超えてるわけだし、かなりきついんじゃないかと思うしね。そうですか。実は借金の返済を終えたやつは今も船に乗ってるんですよ。え？借金の返済を終えたのにか？時としてある話なんですがね、案外漁師って仕事が肌に合うやつがいるんです。あの男もその一人だったらしくて、女房を呼んで漁師町で夫婦で暮らしていますよ。もちろんやつは1年の半分以上がベーリング海の海上生活ですが、今は金を貯めて自分の船を買うんだと頑張っているらしいですよ。そんなにいいのかね。合うやつには合うんでしょうね。俺にはわかりませんが。俺はその話を聞いてどこかでほっとしていた。その時店員が俺たちの前にカニ料理を運んできた。こいつもあいつが取ったカニかもしれないな。俺はそう言いながらそれを口に運んだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は誠一。銀座で寿司店の店主をしている35歳。店はいいお客さんに恵まれていつも繁盛していた。そんな忙しいが充実した日々を過ごしていた時、ちょっとした出来事が起きた。俺がなぜ寿司職人になろうかと思ったかというと、小さい頃じいちゃんに高級寿司店に連れてきてもらったことがあった。その時に見た寿司職人がとてもかっこよく見えて、こんなに美味しい食べ物を作ってお客さんを喜ばすことのできる職業に感動と憧れを持ったからだった。俺は中学生までは優等生で勉強もできた。親の期待に応えたいという気持ちで頑張っていた。ただ高校受験に失敗をし、俺は今まで頑張ってきたことが虚しく感じてしまった。そんな理由で俺は高校生になってから不良の仲間入りをした。16歳になるとバイクの免許を取り暴走族にも入った。今思えば若気の至り恥ずかしい限りだが、今まで勉強に向けていた情熱は全て暴走族仲間とつるむことに変わった。今思えば俺が不良になったことを両親は悲しんでいた。ただじいちゃんだけはいつもどんな俺でも理解者で応援をしてくれた。自分のやりたいと思うことを精一杯やってみろといつも言ってくれた。高校後の進路を悩んでいた時、友達は大学や専門学校、就職するやつもいてそれぞれだった。俺はじいちゃんの紹介で寿司屋でバイトをすることになった。この頃の俺は将来どうしたいかなんて何も考えられなかったからだ。小さい頃寿司職人に憧れたことを思い出しバイトをすることにしたら、俺は毎日の仕事が楽しく感じて寿司職人を目指すことになった。バイト先の親方はとてもいい人で、俺は15年ほど修行をさせてもらい独立をさせてもらうことになり、この店を出すことになった。そんな日常を過ごしていたある日、店の開店前の準備をしていた時だった。店の入り口が開いた。一人の男が入ってきた。申し訳ありません。店は17時からでして、まだ準備中なんです。サングラスをした男は、店をじろじろと見回した。黒いスーツを着ているが、貴金属をじゃらじゃら身につけ、柄の悪い男だった。すいません、まだ。俺だよ、俺。サングラスを外した顔に見覚えがあった。もしかして、ケンタ先輩。おー、久しぶりだな、誠一。この男は、俺の暴走族時代に一緒につるんでいた二個上の先輩だった。何年ぶりですか？10年ぶりくらいか。ケンタはドカッとカウンターの席に座った。お前、立派な店を出したんだな。誠一が寿司屋になるとはな。ケンタさんは今何をしているんですか？俺か。はい。聞いて驚くなよ。俺は多分暴走族の中じゃ一番出世したんじゃないかな。そうなんですか。
厨房にいた従業員が健太にお茶を出した。そのお茶をちらっと見た健太が言った。おいおい、久しぶりの再会にこれはねえだろ。今持ってきた湯飲みを指さした。う、子供じゃねえんだぞ。気が利かねえな、本当によ。あの普通酒持ってくるだろ。久しぶりの俺様との再会なんだぜ。なんと健太は酒を要求してきた。まだ開店前だったが、俺は厨房からビール瓶を持ってきて健太に継いだ。ああ、それだよ。まったく今の気わかんねえようじゃ客商売に向いてねえんじゃねえか。グラスに注がれたビールを一気に飲み干し、健太は自分でさらにグラスにビールを注いで飲んだ。そういえば健太さんの今の職業は。ああ、忘れていたよ。お前聞いて驚くなよ。はい、俺は鈴木組の若頭やってんだわ。え、鈴木組ってあのヤクザの。ああ、そうだ、あのでっかい組織の若頭やってんだわ俺。俺は少し驚いた。正直、俺は寿司屋で修行をした頃からほとんど昔の仲間と交流がなかったからだ。お前、こんな銀座みたいな場所でこんな店出して借金まみれなんじゃないか。え、まあ店をやるのはそれなりに苦労もありますね。まあそうだろうよ。お前ごときにこんな店贅沢なんだよ。健太はそう言うとビールをすべて飲み干した。おい、これだよこれ。健太は空になったビール瓶を指さした。あの、健太さん今日は。客として来たんだ、早くビールを持ってこいよ。俺は厨房にいるスタッフに目で合図をした。厨房から新しいビールが運ばれてきて、健太はそのビールをグラスに注ぎ飲み干した。そうか、まだ開店前だったのか。客がいねえから心配しちまったじゃねえか。健太はビールを飲みながら上機嫌に笑った。そろそろ予約のお客様が来店される時間が迫ってきている。健太さん、せっかく来てもらって悪いんですが、今日はあいにく予約で満席なんです。予約で満席？お前本当かよそれ。はい、金曜日ですので店も混むんです。俺も忙しい身だからそんなに長居をするつもりはねえよ。俺はそう聞いて少しほっとした。お前の売り上げに少し協力してやろうと思ってな。売り上げに協力ですか？そうだよ、先輩として後輩を可愛がってやろうと思ってな。具体的にどんなことですか？お前の店、2階は宴会ができるだろ。はい、来月の1日に45名分の宴会を予約してやる。宴会の予約ですか？ちょっとお待ちください。俺は捨てに入っている予約がないかを確認した。平日ということもあって、捨てに入っている予約の人たちには1階の個室に入ってもらえばなんとかなりそうだった。はい、45名分の予約なんとかお受けできます。ありがとうございます。こんな店予約なんて入ってるわけねえだろうが。1名様あたりのご予算は。この組の会合だ、VIP 様もいらっしゃるんだ、ケチくさい宴会にはできねえ。となりますと1人3万で見繕ってくれや。承知しました、ありがとうございます。ええか、俺に恥かかすような料理を出すなよ。はい、精一杯やらせてもらいますので。こんな店でこれだけの宴会は今まででもないだろう。まあそうですね。お前はいい先輩を持って幸せだな、俺に感謝しろよ。ありがとうございます。じゃあ当日よろしくな。そう言うと健太はビールの代金も払わず帰っていった。45人分の宴会、しかも予算は3万となるとかなりの仕込みや仕入れも大変だが、お客様に喜んでもらうため俺は頑張ることにした。みんな、前の日はかなり大変になると思うけどよろしく。従業員のみんなは頼もしい返事で返してくれた。宴会の前日、俺たちは半ば徹夜状態で仕込みをした。朝一で市場に買い出しをし、新鮮で高級な魚や野菜を大量に買い込んだ。宴会の予約時間は19時からだった。俺は17時からの開店からお客様の前で寿司を握っていたが、
厨房では他の従業員が宴会の用意で忙しそうに動き回っていた。その時、入り口の扉が開いた。いらっしゃいませ。そこに現れたのは俺のじいちゃんだった。誠一、元気にやってるか？うん、おかげさまで忙しくさせてもらっているよ。そうか、それは何よりだ。じいちゃん悪いんだけど、こっちの隅の席でいいかな？ああ、悪いな。じいちゃんならいつでも歓迎するよ。俺はじいちゃんをカウンターの一番端っこの席に案内した。この席は他の席から死角になっている場所だ。客からの注文がどんどん入り、俺は大忙しだった。じいちゃんは俺が寿司を握る姿を嬉しそうに見ていた。また店のドアが開き、男性が入ってきた。するとじいちゃんの隣の席に座った。なんだ、お前も早く来たのか。はい、きっともういらしているだろうと思ったので。ご無沙汰しています、誠一さん。誠一さん、お久しぶり。お店繁盛していますね。この前も誠一さんのご紹介のお客様がいらしてくれて、次回の予約までしてくださって、いつもいつもありがとうございます。じいちゃん、ビールでいい？俺たちはいいから、お前はお客様のお相手をしろ。俺はうなずき、お客様の注文の寿司を握った。すると店のドアが開いた。ケンタが現れた。予約の時間の30分も前だった。いらっしゃいませ。予定の時間より早いですね。なぜかケンタは黙っている。2階にもう席が用意されているので、上で待っていてください。料理は時間通りに出させてもらいますんで。ああ、そのことなんだけど、45人分の予約はキャンセルな。え、キャンセル？よく考えたら、俺の VIP をこんなちんけな店には連れてこれねえよ。違う店を予約してっから、こっちはキャンセルするわ。俺はその時、やっと気がついた。ケンタは最初からそうするつもりで、宴会の予約をしたのだろう。嫌がらせをするために。そうですか。キャンセルでいいんですね。ああ、今日の宴会はキャンセルだ。わかりました。本家の会長と組長がお待ちですが。なんだって？ケンタはわけがわからずに不思議そうな顔をしていた。その時、ゆっくりと俺のじいちゃんと誠二さんが死角だったカウンター席から姿を現した。おい、ケンタ、今のやりとりはどういうことだ？お前まさかこの店に迷惑をかけたんじゃないだろうな。どうして組長と会長はこちらにいらっしゃるんですか？どうしてって、ここで今日宴会をやるからに決まってるだろう。ええ、宴会はここではなくて、麻布のフレンチを予約しました。ここではありません。フレンチ？俺はこの店を予約するように言ったはずだ。はい、組長から言われてこの店に予約をしに来たのですが、あまりにもちんけな店だったので、会長と組長にもっといい店をと思いまして。今まで黙っていたじいちゃんが言った。それはおかしな話だな。俺はこの店で宴会をすると聞いていたんだがな。この店で宴会をするなんて俺は一言も言っていませんが。一言も言っていない。確かにここに来て45人分で予約をしたじゃないですか。だから今ここでキャンセルって言っただろうが。会長、組長、行きましょう。今夜の宴の店を案内しますんで。ちょっと待て、小僧。ケンタが組の会長に小僧と呼ばれ、びっくんとした。俺は孫からこの店で宴会をするって聞いたんだ。お孫さんから宴会のことを？ケンタは不思議そうな顔をした。いや、俺は誰にもこの店で宴会をするとは言ってません。最初から麻布のフレンチ店を予約していたんで。俺がじいちゃんに連絡した。じいちゃん？ああ、誠一から組の宴会を自分の店でやってくれてありがとうって電話をもらったんだ。まさかお前、会長の孫だったのか？そう、俺は鈴木組の会長の孫だ。なんてこった。だって名前が、名字が違うじゃねえか。まあ母方のじいちゃんだからな、名字も違うってわけだ。そんな、
こいつが会長の孫だったなんて嘘だろ。おい、事の成り行きを説明してもらおうじゃねえか、小僧。事の次第によっちゃ、なあ、わかっているよな。ケンタはじいちゃんに睨まれ、じりっと一歩後ろに下がった。俺は組長から45名分の宴会の店を予約するように言われて、この店を教えていただいて、ここに来たら暴走族時代の後輩が店主だったんで、その後はなんだ、ちょっとからかってやろうと思って、それで初めからキャンセルするつもりで45人分の予約をしたってわけか。はい。お前ってやつは誠一さんにこんな迷惑をかけて。いきなり誠二さんが土下座をして謝った。俺が直接誠一さんに店の予約をしていればこんなことになりませんでした。申し訳ありません。誠一さん、申し訳ありません。本当に申し訳ありません。こいつの失態は全て俺の責任です。誠二さんは何度も何度も頭を地面にこすりつけて謝った。土下座なんてやめてください。俺は組長である誠二さんを立ち上がらせた。誠二さんがいつもたくさんのお客様を紹介してくださって、俺心から感謝しているんです。皆さんいいお客様ばかりで、今では大切な常連さんです。組長、会長の宴会になんでこんな店を。まだ状況を把握しきれない健太が口を開いた。健太、お前口を慎めバカ野郎。会長は何よりも誠一さんの料理を召し上がるのがお好きなんだ。お忍びでいつもこの店にいらしてるが、誠一さんの仕事の邪魔になるってなかなか料理も注文するのを遠慮されていて、だから組の名前も伏せて予約しようとお前に予約をさせたのに、会長に誠一さんの心のこもった料理を堪能していただこうと思っていたのに。誠一さんは昔からじいちゃんのために生きているような人だった。だからじいちゃんのために俺の店で宴会の予約をしてくれたんだ。じいちゃん、いつでもここに来ていいんだよ。それに好きな料理をいくらでも頼んでくれていいんだよ。俺に遠慮なんかしないでよ。じいちゃんは俺に優しく微笑んだ。お前の働いているところを見れるだけで腹が膨れるもんだよ。誠一の握った寿司を食べて喜ぶ客の顔を見られるだけでいいんだ。それが俺にとって最高の喜びなんだ。じいちゃん。誠二さんは再び深く頭を下げた。こっちは構わないからフレンチに行ってよ。もう時間だよ。いや、こっちで食事をさせてもらう。俺はお前から電話をもらった時からずっと楽しみにしていたんだ。誠一の料理を今夜はたっぷり堪能させてもらうよ。じいちゃん、いいのか。当たり前だ。みんなもそろそろここへ到着をするようです。今連絡が入りました。そうか、そろそろ来るか。誠一、よろしく頼むよ。せっかく腹を空かしてきたんだから。承知しました。みんな2階の宴会の準備を急いで。お客様はそろそろお見えになるから。心配そうに厨房から様子を伺っていた従業員が話の結末を聞いて安心して仕事を再開した。あのフレンチはどうしたらいいでしょうか。そんなことは知らねえな。一人3万のコースを45名分予約していますが、てめえが勝手にしたことだろうが、てめえでどうにかしな。そんな150万くらいかかっているんです。宴会はこの寿司店だ。金はこの店にお支払いをする。フレンチだかイタリアンだか知らねえが、それはお前の勝手にしたことだ。自分のケツは自分で拭き上がれ。ケンタは呆然として立ち尽くしていた。この店は会長が誠一さんのために出資された店だ。お前はそれをチンケなんて言ったんだ。今回のことをただで済むと思うなよ。へえ。そういえば麻布のフレンチは確か立花組の。ああそうだな、立花さんのところの店だったな。お前、万が一それを踏み倒すようなことをしたら、会長を含めこの鈴木組にどれだけ迷惑をかけることになるか、その少ない脳みそ詰まった頭でよーく考えろよ。そんな。店の扉が開き、
鈴木組の幹部たちが続々と到着をした。その一人一人が深々と俺に一礼をする。久しぶりだな。俺はその度に一言挨拶をする。その様子を健太は口をあんぐり開けて見ているだけだった。じいちゃんと誠司さんも2階へ上がり、宴会が始まったようだった。食事とは別に、誠司さんの計らいだろう。高い酒のオーダーもじゃんじゃん入ってきた。店にある酒のボトルごとオーダーが入った。従業員も店の接客と宴会の接客でてんてこまいだった。この酒は2階に俺が持っていくよ。俺が注文のあった酒を届けに宴会部屋に入った。するとじいちゃん以外の全員が席を立ち一礼をした。皆さんはお客様なんでそういうのはちょっと。誠一さんに帰って気を使わせるからお前ら普通に客として振る舞え。ふと部屋の隅っこを見ると健太が正座をしていた。健太さんは食べないんですか？俺のことは放っておけ。ぷいと横を向いて健太が明らかに不機嫌だった。俺に対して健太の態度が悪かったと感じた誠司さんが咳払いをした。その途端健太は態度を180度変えた。俺はここでいいんです。なんで？席足りなかった。45人に俺は含まれていないから。そんなバカなことあるか？だって健太さんは若頭なんでしょ？若頭といえば組の幹部中の幹部じゃないですか。俺は普通に言っただけだが、なぜか健太はものすごい慌て方をして俺の口を手で塞ごうとしてきた。なぜか部屋にいた全員が箸を止めこっちを見ていた。誠一さん、今なんて言いました？今ですか？違う。ものすごい勢いで健太が慌てていた。おい健太、静かにしやがれこの野郎。誠司さんに怒られてやっと健太はおとなしくなった。健太さんは鈴木組の若頭だって言っていましたよ。全員がという顔をした。違うんです。やだな、誰かを勘違いしているんじゃないですか。この前宴会の予約をしに来た時に若頭だって確かに言っていました。ああ若頭ね。健太は冷や汗をびっしょりかいていた。ね、あれ。部屋にいた幹部たちがみんな笑った。誠一さん、こいつ健太はただの下っ端ですよ。だって若頭ってお前、いや誠一さんがこんな立派な店の店主になっていたのを知ってつい羨ましくて嘘を言いました。嘘だったのか、すいません。俺も昔から料理を割と好きで、でも就職をしたくてもどこも雇ってくれなかった。まあそれもそうだよな、当然だ。もともと暴走族とかだったし、仕事も決まらなくて街で暴れていた時にたまたま組長が俺を拾ってくれて。そうだったのか。俺はたまたまじいちゃんの紹介で寿司職人の道が開けただけだった。もしかしたら俺だってじいちゃんの力添えがなかったら今頃ろくな人間になっていなかったのかもしれない。健太を少し不憫に感じた。俺は先輩なんだからお前より立派になってるぞって見栄を張っちまった。わかった。もしそんなところに座っているだけだったら店手伝ってくれないか。店を。小僧、俺からも頼む。誠一の手伝いをしてやってくれ。はい、承知しました。何から手伝えばいい？じゃあ一緒に厨房に来てもらえるか。とりあえず健太に厨房用の割烹着を着せた。この皿を洗ってほしい。承知しました。健太は見た目とは違って几帳面なのか丁寧かつスピーディーに皿洗いをこなした。かなりの量の皿やグラスがあったが、あっという間に完璧に皿洗いを終わらした。この料理一番奥の個室の座敷に運んで。俺なんかがお客様の接客をしていいんでしょうか。ああ構わない、何も問題ない。了解しました。健太は料理を運ぶのもテキパキとこなしてくれて、本当に助っ人として活躍してくれた。こわもての顔をしていたが、お客様の前では笑顔を絶やさず接客をしていた。常連さんからもいい従業員さんだねと褒めてもらった。いつの間にかこっそりじいちゃんが
またあの四角になるカウンターの隅っこに座っていた。あの小僧、なかなかいい動きしてるな。そうなんだよ、すごく助かっているよ。じいちゃん主賓なのに部屋にいなくていいのか。俺みたいなうるさいのがいない方がみんなも楽しく飲めるだろ。まあそうかもね。じいちゃんが嬉しそうに笑った。俺はお前の働く姿を見ているのが嬉しいんだよ。店は一段落して、お客様もデザートなどを食べていた。じいちゃん、俺後を継がなくてごめん。じいちゃんはちょっと驚いた顔をしたが、さらに優しく笑った。本当なら、俺がじいちゃんの後を継がなきゃいけなかった。今までこんな話をすることを俺は避けてきた。でも一度、きちんとじいちゃんと話をしておきたかった。一度は誠一が俺の組の跡取りになってくれればと願ったこともあった。でもお前の母親は家を捨てて、仇の人間と結婚した時から、もう跡取りのことは半分諦めていたんだよ。お前の母親がヤクザの跡取りにさせるはずもないと思ったからな。じいちゃん、一番大事なのは今お前が幸せかってことだ。誠一、今幸せか。ああ、じいちゃんのおかげで俺は充実した毎日を過ごせて幸せだよ。じいちゃんは満足そうに大きくうなずいた。じいちゃん、アザムのフレンチレストランのことなんだけど。心配するのはわかってるよ。どうやらじいちゃんは組員にフレンチをご馳走したようだった。そこへケンタが近くを通り過ぎた。会長、お疲れ様です。小僧、懸命に働けよ。フレンチレストランの支払いしなきゃならねえんだから。ケンタは顔を引き出せて笑った。まあ、あちらさんとは支払い少し待ってもらうように交渉はしてやるからよ。しっかり稼げよ、小僧。そうだ、遠洋漁船でも紹介してやろうか。半年も船に乗れば借金も返せるぞ。遠洋漁船、それだけは勘弁してください。じゃあどうやって金返すんだよ。食事だけで150万に消費税、飲み物代も含めたら200万くらいになるだろうよ。200万。本当は認めていないが、お前は特別組の仕事以外バイトしていいからな。土建業するも臓器提供するも自由だからな。臓器提供。じいちゃんは本気でそんなことを言っていないのは孫の俺にはわかる。でもケンタは本気に思っているだろう。俺の店で働かないか。え、この店で俺が。この数時間見ていて、この店にすごく合っているって感じたんだ。俺が寿司店で働けるのか。もちろん最初は皿洗いとか下積みをしてもらう。もしやる気があるなら俺の元で修行をすればいい。本当ですか。それはいい話だな。時々俺もここで監視できるしな。ケンタは瞳を潤ませてから男泣きをした。どうした。嬉しいです。2回目です。俺を救ってくれた人は。1回目は組長が俺を救ってくれた。2回目は誠一さんが俺を救ってくれた。いつも何をしたいと思っても断られてばっかりだった。自分の進みたい道に進めたのはこれが初めてです。ケンタはいきなり地べたに向かって土下座をした。俺は組長を父親のように、会長を神様のように思って生きてきました。でもお許しください、会長。今日この瞬間から俺は誠一さんを神様と思って生きていきます。この命、誠一さんに託して生きていきます。小僧、面白いじゃねえか。いいか、よく聞け。生きてきて自分の進みたい道になんてなかなか進めねえよ。はい。でももし今小僧が進みたい道に進めるんなら、全力で立ち向かえよ。はい。人間は進みたくない道を進んでいるから挫折するんだ。進みたい道を進むなら辛いことがあっても頑張れるってもんよ。はい、頑張ります。俺必死に頑張ります。おお。その時、店内のお客様から声がかかった。
はい、今伺います。ケンタはじいちゃんに向かって深く頭を下げるとお客様のところへ向かった。あの小僧面白そうじゃないか。うん、そうだね。組のことはいいからお前のそばで鍛えてやれ。ああ、そうさせてもらうよ。その時2階の宴会場から誠司さんが降りてきた。会長、ここにいらしたんですね。なかなかお戻りにならないので。ああ悪かったな。ちょいと今面白いものを見てな。面白いものですか。ほら、あの小僧を見てみろよ。誠司さんはテキパキと動く健太を見て少し驚いた。え、あいつなんかよく働いてますね。そうなんだよ、ずっとこういう仕事をしたかったらしい。え、そうなんですか。誠一もあいつのことを気に入ってここで働くことになった。え、誠一さん、この店で健太が働くんですか。誠司さん、申し訳ないですがそうさせてもらってもいいですか。健太がこちらで役に立つんですか。はい、今日もかなりよくやってくれて本当に助かったんです。もちろん、誠一さんのお気に召すままにどうぞ。もし何かやらかしたらいつでも組に戻してください。健太はお客様と楽しそうに料理の説明をしていた。あんな笑顔をするんだな。俺はなんだか少し嬉しかった。翌日から健太は出勤することになった。誰よりも早く来て店の掃除を丁寧に行った。営業時間になると接客、皿洗い、買い出しなど何でもテキパキとこなしていた。お客様からの評判も非常に良かった。提供される料理を事細かく覚えて完璧な説明までするようになった。給料日になった。基本的に従業員は銀行振込で給与明細のみ渡す形だったが、ケンタはまだその手続きをしていなかったため現金を手渡しとなった。これ今月の給与だ。この金をあのフレンチレストランの代金として会長に渡していただけませんか。え、でもそれじゃ生活できないだろ。俺金なんていりません。ここで食事やまかないをいただいていますし、アパートも組が借りてくれたところをそのまま住まわせてもらっていますので。そう言って給与を受け取らなかった。困った俺はじいちゃんに電話をして相談をすることにした。なるほどな、小僧も成長したじゃねえか。でも金もないと生活もできないだろうし、俺も困っちゃって。いいじゃねえか、そう本人が言うんなら。でもいつかあの小僧のために給与は貯金しておいてやればいい。貯金？もしかしたら小僧も店を持つ時が来るかもしれねえから、その時のためにお前が貯金しておいてやればいい。俺はじいちゃんに言われた通りに健太の給与は貯金することにした。そうこうして健太が俺の店で働いて1年が過ぎた。それから俺の日常は充実した日々が続いた。最近では日本に来る外国人観光客も多かった。俺は小さい頃3年くらい父親の海外赴任で海外にいたため、日常会話レベルであれば英語が話せた。日本人であろうが外国人であろうがお客様に変わりはない。心を込めて誠心誠意おもてなしをするのを徹底した。ある外国人の来店があった。スーツを着た男性と女性でカップルではないのは雰囲気で分かった。やたら店内をじろじろ見てメモを時々書いていた。数ヶ月後に分かったことだが、多分その時のお客様が有名なグルメ本の調査員だったようだ。俺の寿司店が三つ星店に認定をされた。誠一、お前は最高だ。両親よりも一番喜んでくれたのはじいちゃんだった。グルメ本で紹介されてからは予約が殺到してしまった。半年先まで予約が埋まってしまったのだ。じいちゃんは2号店を出そうと言ってくれたが、俺は自分で寿司を握り目の前のお客様の食べる顔を見たいから、そう言ってじいちゃんの提案を断った。はじめは罰としてこの寿司店で働くことになった健太も、今では安心して接客を任せられる重要な従業員になっていた。もしかしたらそう筋は悪くないのかもしれない。もう少ししたら包丁の使い方を教えてみようかなんて思ったりもした。小さい頃に憧れた寿司職人に今なった俺は、
毎日俺の握った寿司を食べて喜んでくれるお客様の顔を見ることができて幸せだ。そんな俺の喜びを自分の喜びと思ってくれるじいちゃんをもっともっと喜ばせることができるよう、俺の修行はまだまだ続いていく。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は立花優太。わけあって、楠の木組というヤクザの末端をしている。組員は俺を含めて40人程度。ここら辺の組の中では比較的大きめの方だ。楠の木組は大元である本家から分散した傘下の組の一つで、子分の組が親分の組に上納金を払い、親分は子分に仕事を回すことで、互いに大きな利益を出し合うことで成り立っている。うちもしばらくは、本家の意向を元に、そつなく組を運営していたのだが、新しい組長ですか？つい先日、楠の木組の組長が急逝したという。長らく体調を悪くしており、入退院を繰り返していることだけは知っていたが、組に入った当初はいろいろとお世話になっていたので、挨拶もできずに別れてしまったのは残念だった。組長がいなくなった場合、順当に行けば、次期組長は、その組の若頭になる。しかし、楠の木組の若頭は、あいにく今は海外勤務中だ。そのため、新しい組長に就任したのは、若頭補佐を務めていた鈴木さんだった。今日から俺がここのボスだ。俺がボスになったからには、生半可な覚悟の組員は一切認めない。ぬるい仕事してきやがったら、即破門にするから、そのつもりでいろ。就任当日の挨拶はこんな感じ。若頭補佐だった時から、高圧的な態度が目立つ人で、先代組長からよく注意を受けていた。この強気な姿勢が、一部の組員からは支持されていたようだが、俺はこの人のことが少し苦手だった。上からの通達だ。ホストクラブを経営しろだとよ。鈴木組長は組員を集め、つまらなそうにそう言った。なんで俺が顔がいいだけが取り柄の紐集団と関わらなきゃならねえんだよ。失礼でしょ。稼いでもらう人たちなのに。あ、誰だてめえ。階級は末端の立花です。立花優太。ああ、そうか。で、優太くんよ。今なんて言った？俺の聞き間違いか。いえ、ただ従業員を悪く言わない方がいいと思って。なんだと？先代は、ケツ持ちしている店の従業員は大事に扱えと、俺たちに教えてきたと思います。なあ、そういや、そんなこと言ってたな。キャバクラのジョーも、スナックのママさんも、店のお客さんたちだって、みんな俺たちに利益をもたらしてくれる大事な人たちですから。ふぅ、この業界のボスってだけでまともじゃないくせに、つまらないことを言うじいさんだったよな。ちょっと、先代を悪く言うのは、もう先代はいねえ。これからは、俺の方針に従ってもらう。でも、ケツ持ちをする店は、事務所周辺に3軒構える。お前らの中から、それぞれの担当を決める。クソ客は潰せ。そんで、絞れるだけ絞れよ。従業員も可能な限り使い倒せ。ガキどもにはバンバン営業かけさせて、一人でも多く自分に貢ぐ女を作らせろ。客の女に借金こさえて風呂に沈めて、新しい稼ぎ口にするとこまでがゴールだ。待ってください。初めから横島な考えのもと営業させてたら、早々に店が潰れます。ちゃんとホストの男の子たちには、接客と営業の教育を、だから、なんなんださっきから。俺のやり方に口を出すなと言ってるんだろ。なんで俺たちの財布どもの教育に時間と金と人材を使わなきゃならねえんだ。だから従業員をそんな風に言うのはやめてください。きちんと教育して真っ当な方法でお客を楽しませられるようにするべきです。その方が長期的に見て
売り上げもお客からの信用もうるせえぞガキが。お前どの立場から物を言ってやがる。信用だなんだとくだらねえ。俺はただ自分の経験から考えて、経験、お前みたいなやつに何の経験があるって。それは店の経営で利益を出したことでもあんのか。まったんのお前が。俺が何も言えずに口ごもっていると、鈴木組長はいきなり吹き出し始めた。おいおい、この雑魚誰が組に入れた。即破門だろこんなやつ。鈴木組長に続いて一部の組員も笑い始める。末端風情が一丁前に俺に意見したかと思ったら、大した経歴もありゃしねえ。身の程をわきまえろよこのガキが。大変失礼いたしました。以後気をつけます。そうそう、素直なのはいいことだ。俺は優しいからな。今日だけは若気の至りと思って水に流してやる。鈴木組長はそれ以上俺に構うことはなく、組員たちに独自の経営方針を話し始めた。それに基づき、本家から任された3軒のホストクラブの経営を進めてきたのだが、結果的にその店は3軒とも1年経たずに潰れてしまった。従業員は次々に辞めていき、それに伴ってお客の女の子たちも駆け飛び、つまり代金の支払いから逃げ、行方をくらましてしまう行為が横行したのだ。それから数日後、組長を支持している組員から呼び出しを受けた。組長室の扉を開けると、そこには組長と数人の組員がニヤニヤしながら待ち構えていた。よう言うた、お疲れ、もう座れよ。そう言って俺を向かいのソファーに座らせた鈴木組長は、なぜか嫌に気前がいい。あの、何でしょうか。いやな、実はお前に折り入って相談があるんだわ。はあ、また何を。今回のホストクラブの件はお前も知ってるな。雇ったホストの連中が思いのほか使えないやつばっかでよ。クソ客どもも飛んじまって、探そうにも人手不足だ。それがなかなかの痛手でな、大損しちまったんだわ。本家から責任書を出せと言われてる。それは、それで俺に相談っていうのは。お前がその責任者になれ。お、仏のような笑顔を貼り付けたまま鈴木組長はそう言い放った。え、なんでですか。お前、俺にいろいろ提案してきただろ。従業員の教育がどうのこうのって。今回の件はお前の経営方針のもと起こった損失ってことにしてくれ。ちょっと待ってください。今回はみんなあなたの指示に従って。お前、本当にわからないのか。末端が組長の代わりになることなんて、この世界では常識だろ。すると、いきなり組員たちが一斉に俺を押さえつけ始めた。何を、なんせ、店3軒分の損失だ。上は相当お怒りなんだよ。末端と組長、どっちが組にとって重要かは、お前にもわかるだろ。何、大丈夫だよ。お前はまだ若い。若い衆が張り切って突っ走ってヘマしちまったってことにすりゃ、本家のジジイどもは許してくれるよ。あいつらも先代と同じで、若いのには甘いからよ。本家と先代の悪口はやめてください。それに、そんな報告をしたところで、上は納得しませんよ。部下のコントロールができない、無能な組長の烙印を押されるだけです。言うじゃねえか。なんかその通りだ。俺は部下の暴走を止められなかった。だからせめてちゃんと教育してやらねえとな。おい、やれ。それを合図に、組員たちはあっという間に俺を取り囲んだかと思うと、手当たり次第に殴りつけ始めた。組員たちは全員鈴木組長を支持している組員で、武闘派で体格にも恵まれた奴が多い。そんな連中からタコ殴りにされたものだから、俺の体にも顔にもたくさんの傷がついた。よし、もういいだろ。ユータ、お前このまま本家に行ってこい。そう言うと、鈴木組長はおもむろに携帯電話を取り出し、どこかに電話をかけ始めた。もしもし、お疲れ様です。はい、この度はうちの若いのが申し訳ありません。今軽く教育し直しました。ええ、
自分の過ちを認めて反省しているそうです。今からそちらに向かい、自ら責任を取るそうなので、はい、本人が強く希望してます。話を聞いてやってもらえますか。あとはそちらにお任せします。煮るなり焼くなり好きにしてやってください。本人も覚悟はできてるそうなんで。電話を切ると、鈴木組長はまた穏やかな顔つきに戻り、俺に哀れむような視線を向けた。というわけで、あとは頼んだ。頑張れよ。お前の犠牲でこの組は首の皮一枚繋がるんだ。役に立てることを他に思え。こんなこと、うまくいくわけありませんよ。うまくやれ。俺が責任かぶっていなくなってみろ。せっかく先代が守ってきたもんが、全部なくなるんだぜ。わかったらさっさと行ってこい。ああ、もう帰ってこれないかもしれないから。行けでいいのか。鈴木組長は、そんなことを言って、また組員たちの笑いをとっていた。何がおかしいのか、さっぱりわからない。だが、話の通じない武闘派集団相手に、何もできることがない俺は、おとなしくその場を去るしかなかった。しかし、その数時間後、状況は一変することとなる。鈴木はどこだ？本家の会長である林会長が、楠木組を訪れ、鈴木組長を呼びつけたのだ。林会長、どうしたんです、いきなり。いきなり来ちまったのは悪かったな。だがちっとばかし急用でな。いやー、滅相もありません。どうぞ座ってください。おい、ゆうた、入っていいぞ。あ、ゆうた。会長に促され、俺は組長室に入っていった。お前、こいつに全部の責任を追っかぶせるつもりで、うちによこしたんだって。何をバカな。おい、ゆうた、お前どういうつもりだ。話と違うだろ。鈴木組長は、そう言って俺を睨みつける。明らかにバラしたなと言いたげな表情だ。この前、お前は、今回の損失は全てこいつの責任だと言ったな。従業員や客を脅して、めちゃくちゃな経営をしたおかげで、支払いから逃げる客とホストが後を絶たずに店が潰れた。そうだったな。そうです。全部こいつが一人の末端が、組長の目を盗んでそんなことをやってのけるとは。どんな面した奴かと思ったらびっくりだよ。来たのがこいつなんだから。その通りですよ、まったく。最近の若い衆はこれだから困る。こいつはお前に指示されて責任を被ったって言ってるんだよ。なんですって？こいつそんな嘘を。この後に及んで見苦しい奴だな、本当に。すみません、会長。教育が足りなかったみたいです。一旦うちで引き取って、また改めて。いや、それには及ばんよ。はい。教育されんのは、お前の方だ。林会長は、まっすぐに鈴木組長を見つめてそう言った。今、なんて、就任取り消し、および破門だ。お前。そんなバカな。誰がバカだ。ああ、いや。会長、どうして急に破門だなんて、自分でわからないのか。お前は、自分が負うべき責任を、ゆうたに負わせたんじゃねえのか。それは、本来、組員の失態は、組長の責任だ。お前が全責任を負うのが、筋じゃねえのか。ですが、もちろん部下が独断で勝手な行動をしちまったのは、俺の力不足だったと思っています。だから教育してよく言い聞かせました。おお。そうしたらこいつは、さっきは確かにきちんと落とし前をつけてくると俺に言ったんです。なのにこいつ口から出まかせに、そんなこと言ってないです。勝手に喋るな、まったん。会長の前だぞ。あくまで、こいつが自分の指示を聞かずに、独断で突っ走ったというんだな。お前のやり方に従ったというのも、お前の指示で責任を取ったというのも、すべてこいつの虚言。そう言いたいのか。そうです。鈴木組長は自信満々にそう言ってのけた。おそらく会長は立場の強い自分のことを信じると思い込んでいるのだろう。しかしそれに反して、林会長が
鈴木組長に向ける視線は冷たかった。信用しねえ。ゆうたが本当のことを言ってて嘘を言ってるのはお前の方だ。なんでそうなるんですか。林会長があまりにはっきりとそう言うので、鈴木組長は相当驚いたようだ。なぜ末端の俺の言うことを信じて自分の話を信じないのか、その答えはすぐにわかることになる。まあ普通に考えたら他人より身内を信用するからな。あ、身内？ゆうたはな、俺の甥っ子なんだよ。あ、そん、う林会長の言葉がすぐには理解できなかったらしく、鈴木組長はおかしな返事をして冷や汗をかけ始める。楠木組の兄貴分、松竹会の会長な。あれ俺の弟なんだわ。ゆうたはそいつの息子だ。そんな、じゃあこいつ、いやこの方は松竹会の若頭候補じゃないか。いや若頭はもうゆうたの兄貴たちがいるからな。こいつは三男坊だからか、あんまり当てにされてなくてよ。もったいねえから俺が本家に引き抜いたんだよ。本家に？ちょうどやりたかったビジネスがあってな、俺の読みは当たったよ。この顔は伊達じゃねえ。こいつは天性の才能だと思ったよ。おじさん、今その話やめてください。なんでだ、本当のことだろ。その唯一とも言える長所がこれですから。俺が痛む顔の怪我を抑えながら言うと、会長はすまんすまんと言いながらため息をついた。あんまり自分の口からは言いたくないが、どうも俺は女性受けする顔立ちをしているらしい。それが当時ホストクラブの経営に手を出し始めた本家の需要に合っていたらしく、俺は高校を卒業したと同時に本家で働くことになったのだった。こいつを店に置くだけでもかなり儲かったもんだよ。人気だったんだぜ、こいつの接客。なんで？鈴木組長はわなわなと震えながら俺と会長を交互に見ている。なんで会長の甥御さんが傘下の末端なんかやってんですか。それは俺がそうすると決めたんです。自分のしたことの責任を取るために。あ、本家で働いていた時、経営していたホストクラブで責任者を任されたんです。そこで俺自身もホストとして店に出ていました。ちょっとばかし人気が出て図に乗っていました。そしたら客に飛ばれたんです。あの時は迂闊だったな。まったくです。あの子は絶対に逃げないって勘違いしてた。そしたら客が5000万円ばっくれてしまい消えました。探し当てることもできなくて、というか俺が探そうと思えなくて。ああ、なんでだ。本家の力を持ってすれば女一人捕まえて返済させるなんて造作もねえだろ。うちが経営する店は健全な店を目指してたんだ。ガンガン金使わせて最後には風呂屋に沈めるようなことにはならねえように指導してたんだよ。でも当時の俺はそれに従わなかった。利益のことしか頭になくて誰のことも考えなくなった。俺に貢ぐお金を稼ぐために道を踏み外した女の子がいても無視した。そしたら女の子に飛ばれた挙句、違法性を疑われて監査が入って組に大きな損失を出しました。そしたらこいつは客の掛け金を全部自分が受けようと言いやがった。それに組を危険にさらした責任を取るともな。だから俺はこいつに楠木組に行くように命じたんだ。なんで破門にしなかったんです。そんな短絡的なことはしねえよ。若いやつは誰でも一度は失敗する。楠木組の先代組長とは古い仲でな、鍛え直してもらうつもりで預けたんだよ。一からコツコツ積み上げりゃ過去の損失なんて笑い飛ばせるくらい稼ぐ人材になってくれるかもしれねえからな。話を聞いた鈴木組長は次々知らされる真実に頭が追いついていない様子だ。先ほどからずっと信じられないといった表情が顔に張り付いている。話を戻すぞ。俺はな、今回こいつを長年教育してくれてた先代組長を信用してホストクラブの授業を楠木組にも回したんだ。昔の優太ならお前の言うように上からの指示を無視して突っ走っちまうかもしれないが、今は違う。
言いながら会長の動きは徐々に強まっていく。会長の怒りは伝わっているようで、鈴木組長は不自然に目を泳がせていた。俺はホストやボーイたちにきちんと社員教育をするべきだと提案しました。でも鈴木組長はそれをくだらないと一蹴しましたね。その結果、案の定従業員からもお客からも信用されなくなって、店は3軒とも潰れてしまった。だからそれは、お前虚言も大概にしろよ。俺はそんなこと言ってねえよ。あなた、この後に及んでまだそんなことを、証拠があんのかよ。うん。俺の指示に従ったせいで店が潰れたってんなら、ちゃんと証拠があるんだろうな。鈴木組長は、口元に歪んだ笑みを浮かべた。確かに、言った言わないの話は、ここで証明のしようがない。証拠と言えるかはわからないが、少なくとも店の連中は、お前をよく思ってなかったみたいだぞ。う、店の兄ちゃんたちはな、みんなユータと顔見知りなんだ。それも意図して雇ってんだよ。ユータに昔の自分の失敗から学んだことを、しっかり教育してもらって、もっと腕のいいホストになってくれることを期待してな。店を経営し始めてから、俺は一回も従業員たちに会っていません。あいつら残念がってたぞ。こいつから学びたいことがいっぱいあったのにってよ。なんでそんな大事なことを黙って、先代組長にもそのことは伝えてあった。引き継ぎがなかったのか。鈴木組長は引き継ぎ資料をあまり読んでいなかったようです。わ、お前余計なことを言うな。おお、いや、すみません。ちょっとバタバタして、目を通す時間がなくて。鈴木組長は何やらごにょごにょと言い訳をしていたが、その態度が会長の逆鱗に触れたようだ。言い訳はもういい。引き継ぎすらまともにできねえ奴は、どのみち組長には向いてねえよ。お前は破門だ。仕事先は紹介してやるから、そっちで頑張れや。いや、ちょっと待ってください。そんなこと言っとって、クスノキ組はどうなるんです。若頭は海外から当分戻れない。組長なしになっちまったら、クスノキ組は存続できないんですよ。別にいいよ。潰れちまえよ、こんな組。そんな、あんまりじゃないですか。ここがなくなったら、若頭はどうなるんです。ここで頑張ってる他の組員たちは、あなたの独断でそんなことしたら、きっと暴動が起きますよ。いくら会長でも、組員を路頭に迷わせるような、クスノキ組は、もう本家に立てつける力なんて持ってねえよ。先代ならできたかもしれないがな。今回のことで、お前は他の兄弟からも信頼を失うだろう。まともな組なら、今のクスノキ組に賛同する奴はいねえよ。会長に迷いがないことは、目を見ればわかる。かつての親友の忘れ形見であるクスノキ組を、潰れちまえというのは心苦しいに違いない。しかし、鈴木組長をこのままにしておくこともできないと思って、苦渋の決断をしているのだと思う。若頭を戻そうとも考えたが、今のクスノキ組の組員は、ほとんどがお前の息がかかった奴らみたいだからな。そんな状態で無理して戻したところで、早々に先代と同じ運命をたどるかもしれねえ。それはどういうことですか？先代組長が急逝したのは、長いこと患っていた病の進行が原因だ。その先代と同じ運命をたどるとはどういう意味だろう。まさか若頭も何か病気を。いや、それじゃあなんで、なんだろうな。なあ、鈴木。林会長は意味深に鈴木組長に話を振る。鈴木組長はただ黙ってうつむいていた。さあ、俺には何のことやら。やっとそれだけ口にしたが、明らかに鈴木組長の様子はおかしい。どうした鈴木、追い詰められた犯人みてえな顔して。いや、なんでも、俺はお前みたいな不誠実な奴が仕切るクスノキ組に、若頭が帰ってきたら、心労で倒れちまうと思っただけだ。お前、若頭ともあんまり仲良くなかったろ。林会長の言う通り、鈴木組長と若頭は、あんまり馬が合わないようだった。若頭と当時若頭補佐だった鈴木組長が言い争っている姿は俺も何度か見たことがある。見かねた先代が
若頭に海外での仕事を任せて距離を置かせたのだ。お前、先代の薬の管理をしていたそうだな。あいつはズボラだからよ。お前が時間も量も全部把握してくれてるから楽だって言ってたよ。へえ、そうですか。お前、先代が本当に病死だと思うか。何が言いたいんですか。まさか俺が先代を手にかけたってんじゃないでしょうね。いや、そうは思ってねえよ。あいつは長いことないと思ってたし、証拠もないしな。林会長の言葉を聞いて、鈴木組長が一瞬だけほっとしたような顔になった。嫌な想像がふと頭をよぎったが、今この場でそれについて俺が言えることは何もない。もっとも調べりゃわかる話だがな。会長がそう続けると、鈴木組長は勢いよく顔を上げる。鈴木組長、先ほど叔父と一緒に病院にかかりました。顔の傷が治るまでにはかなりかかるみたいです。それに正直今も立っているのも辛い。今後の仕事に支障が出るかもしれません。それに関しては悪かったと思ってるよ。鈴木組長は目をそらし、悔しそうにつぶやいた。大方会長の老いとはいえ、自分よりも年下の末端に物を言われて内心尺に触っているのだろう。お医者さんの治療費と慰謝料は払います。どんなに高額な治療費になっても必ず。だからどうか破門は勘弁してもらえませんか。ああ、お前何言ってんだ。俺は組のためになるようなことをしようとしただけです。なんだと。確かに俺は失敗した。だがその責任をかぶって俺がいなくなったら、楠木組は若頭の手に渡る。そうなったら今度こそこの組は終わりだ。どういうことですか。先代と若頭は甘すぎる。仇に媚びを売ってちまちまと資金を稼ぐような。いつから楠木組はこんなに弱くなったんだ。あんた、そんなことを考えてたのか。あなたの甥御さんといえど、ここでは言うたは末端、つまりは俺の部下です。組長の代わりに下の奴が罪をかぶることなんてこの世界じゃしょっちゅうでしょ。林課長、あんたの代わりに刑務所に入った組員が今まで何人いましたか。それと同じことですよ。ついに尻尾を出しやがったな。その態度でよく破門は勘弁してくれと言えたもんだ。まあ今さら何を言ったところで俺の意思は変わらねえよ。お前には別のとこで働いてもらう。言っておくが、生半可な気持ちで償えるもんじゃねえぞ。鈴木組長は半ば諦め始めたのか、少し拗ねたような顔をこちらに向けるだけで、会長の言葉に返事をしなかった。まるでこの老人には話が通じないと言いたげな顔。いいか、お前は俺の大事な身内を自己保身のために傷つけた。俺はそれが何よりも許せねえ。それにたとえ俺の甥じゃなかったとしても、経営も満足にできねえで、いざとなったら平気で部下を売る人間性にも平等が出るよ。あなたも今までやってきたことだ。俺は俺のために罪をかぶってくれた部下にはその後きちんと相応の見返りを与えているつもりだ。極力そんな事態にならないように尽力もしてるぜ。林会長の言葉に鈴木組長は小さく詭弁だなと漏らす。もう言い訳するつもりはないようだが、会長に対する失礼な言動が見え始めた。自暴自棄になっているのだろうか。それにこいつにとって顔は商売道具だ。こいつならお前が数日かけて稼ぐ金を1時間で稼げる。それだけ価値のあるものをお前は傷つけた。この落とし前はどうつける。結局最後には金。身内が傷つけられたことより、それで稼げなくなったことに怒ってるんすか。そっちが本心なんじゃないんですか。はは、確かにな。まあ俺たちは所詮ヤクザ者だ。一般的な感覚は持ってねえだろうよ。どう思われようが構わんよ。会長はそう言っていたが、机の下で拳を固く握りしめていたのが見えた。ユータの治療費と慰謝料、それにお前が出した3件分の店の損失、ああついでに俺への非礼に対するお詫びも上乗せしとくか。
悪いな、金の亡者なもんで。いや、さすがに暴利でしょ。それに店の損失は俺が出したんじゃないですよ。とんだ女どもと客を逃したガキどもが出した損失です。従業員も客も逃げ出すようなめちゃくちゃな営業をさせるからです。従業員を大事にしろ、客を大事にしろ、先代が言ってたのはこのことなんですよ。そういうこった。だが残念なことに、お前の言うことも半分正解だ。ホストの兄ちゃんも逃げた客もこしらえた売りかけの代金からは逃げられねえ。俺もなんとかしてやりてえが、払わなくていいよってわけにもいかなくてな。でも出した分の損失はどうにかしなきゃならない。組が出した損失分の埋め合わせ、お前も協力しろ。俺も鬼じゃねえ、全部とは言わねえよ。爪の先程度でも悪いと思ってんなら、お前は自分にできることをしろ。俺にできること？お前も言うたくらい顔が良けりゃホストもいけたかも。いや無理だな、接客態度が最悪だ。そしたらやっぱ出稼ぎに行くしかねえな。出稼ぎ？いや会長、それは。先ほどまで投げやりな態度だった鈴木組長は急に勢いが弱まった。何かに怯えているようだ。炭鉱、漁船、海外の危険区域、腕っぷしに自信があるならそっち系だな。そんな、畜生、劣悪な環境に生かされると思っておじけづいたか。少しは従業員の気持ちが理解できたな。うん、お前はこれからも安全も尊厳も保障されない環境に行くと分かってるからビビってんだ。誰だってできる限り安全で安心できる場所で働きたいと思うだろう。夜の仕事してる片木さんも例外なくな。会長の目からはもう怒りの感情は消えていた。目上の立場として組員をしっかりと教育しているのだ。お前はさっき先代は甘い、片木さんに媚びを売ってる、そう言ったな。確かに俺たちヤクザのあり方は昔と大きく変わった。片木さんを恐怖と暴力で支配できてた時代は終わってんだよ。だからこれ以上弱くなるわけにはいかないと。時代が変わったってだけだ。今俺たちヤクザが生き残るには片木さんとはある程度仲良くしなきゃならねえ。組同士も協力する必要がある。自分たちだけが儲けようとした組は真っ先に衰退していくんだ。それを衰退と思うか、業界のあり方が変わったと思うかは人によりけりだがな。それだけ言い終わると会長は話は終わりだなと締めくくり、外で待機させていた本家の組員を呼びつけると、鈴木組長は彼らに連れて行かれた。また連絡する。お前は一旦父ちゃんとこに行け。俺にはそう言い残し、どこかに電話しながら事務所を後にしたのだ。クスノキ組が出してしまった損失は額にすると途方もない金額だった。何せ売りかけを飛んでしまった客の多くが数千万の支払いをバックれているのだから。本家の力を持ってすれば逃げたお客を探し出して返済させることは簡単だろうが、林会長はそれをしなかった。それよりもクスノキ組から絞れるだけ絞ろうと考えたようだ。その月の上納金には今回の損失分と称して大幅に金額が上乗せされた。だが当然そんな金が工面できるはずもなく、鈴木元組長をはじめ多くの組員たちがいろいろな仕事を紹介されチリジリになった。組員のほとんどを失ったクスノキ組はほどなくして解散した。悪かったな、ユータ。先代が守った組を潰しちまって。仕方ないです。でも若頭が戻る場所がなくなったのは気がかりで。それについては心配するな。戻ってきたらあいつも本家に引き入れる。あいつは先代に似て俺の意向もしっかり聞くやつだ。軌道に乗ったらまた新しい組を作らせるさ。よかった。じゃあ俺そろそろ行きます。クラブの子たちが待ってるんで。しっかり教育してやってくれよ。あいつら自分の借金にビビっちまっていい人材ばかりなんで、彼らならすぐに返済できます。鈴木元組長にめちゃくちゃな経営を強いられていた男の子たちはお客に飛ばれ、莫大な掛け金を清算しなければならなかった。そのほとんどは鈴木元組長たちが賄うだろうが、それでも全てはカバーできない。その部分はホストのみんなに頑張ってもらうしかない。
俺は本家の組員に戻り、新たに店を経営し、そこでホストたちの教育係をすることになった。そうして失敗してしまった事業を再建し、本家に貢献することを約束したのだ。おじさん、じゃない、会長、行ってまいります。おお、頑張んな。今日も俺は先代の教えを胸に仕事を頑張る。そうしてお世話になった人たちに貢献することで、俺は昔の自分を許せるようになった。鈴木元組長にもそうなってほしいと密かに思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は山本翔吾、36歳。ヤクザ家業をしているが、普段は一般人として暮らしている。組がしのぎのための会社を持っており、そこの会社員ということになっているのだ。一般人という立場は何かと都合がいい。身分証にも全く不備はないし、俺は出張の多い商社マンということにして、夜に活動することができている。そんな俺が結婚することになった。相手は、花田杏という堅気の女性だ。杏がバーで約束をすっぽかされたのを慰めたことがきっかけで仲良くなり、13歳年下の杏を射止めることができたのだ。杏は今まで関わったことないタイプの優しく美しい女性で、俺は幸せの絶頂だった。翔吾さん、私の父に挨拶に来てくれない？そうだな、そろそろ挨拶しておいた方がいいな。ついにこの時がやってきた。結婚するにあたり避けては通れないことだ。俺は万が一にでも自分の身元がバレることを密かに恐れていたが仕方がない。もっとも同じ組のヤクザにでも出くわさない限り、バレる可能性は限りなく低い。心配することは何もないのだと俺は自分に言い聞かせた。アンには俺がヤクザであることは話していない。商社勤めという肩書きがあり、普通にしていればヤクザとは無縁の立場だからだ。自分がヤクザであることは墓の中まで持っていくつもりでいた。俺は初めてアンの実家を訪れた。アンの家は、アンが幼い頃に両親が離婚し、彼女は父親に育てられたらしい。アンの実家は小綺麗な一戸建てで、モデルハウスのように洒落た作りだ。よく来たな。男の住まいで散らかってるが、まあ入れ。アンの父、花田晋三は、ぶっきらぼうながら、俺たちを家の中へと招き入れてくれた。俺は結婚挨拶ということで、スーツを着ていた。ネクタイはアンがプレゼントしてくれたものだ。晋三は、ラフなトレーナーにジーンズという姿で、服の端はよれている。家の中も新しく、見た目が良かったが、やはり少し散らかっている。それでも、娘とその婚約者が来るというので、懸命に片付けた跡が見て取れた。晋三は慣れない手つきでコーヒーを入れ、俺たちをもてなしてくれた。うちのアンも結婚する年になったか。少し若い気もするがいいのかな。いいの、お父さん。私たちが決めたことなんだから。それに翔吾さんはしっかりした会社に勤めていて、私より大人なんだから心配ないよ。うん。アンより年上のようだな。仕事は何をしている？商社に勤めています。すごいでしょ。翔吾さんは日本全国を飛び回って仕事をしてるの。営業成績もいいみたい。何？ではアンを一人にすることも多いのか。残念ながらそういう場合もあるでしょう。しかしアンさんのことを人一倍大事にすることはお約束しますよ。私も子供じゃないんだからそこは大丈夫。しっかりと家庭を守るわ。そんなに簡単なことかな。うちの娘を寂しがらせちゃただじゃ済まないぞ。他にも気に入らんことがある。商社だと言ったか、いわばサラリーマンというわけだな。それはまあそうですが、何か問題でも。俺の身分はいわゆる固い仕事といった風に設定してあり、婚約者の父親にもそう評判は悪くないはずだと踏んでいたので、
意外に思って聞き返した。昼も夜も働き詰めでちまちま稼いでいるというわけか。くだらねえな。ちょっとお父さん。アンから以前、自分の父は少し変わっていると聞かされていた。こういうことかと俺は身構える。心臓は意外な話をし始めた。俺は若い頃から無茶をしてきた。女を泣かせたことだって数知れないんだ。殺意にパクられそうなのを危機一髪で逃れたこともある。あの時は面白かった。結婚挨拶の場でこのような話をするものだろうか。心臓の糸がつかみかねる。お前車は何に乗ってる？電車通勤ですので車には乗っていませんが。事実だった。それに俺には組員の運転手がついているので、移動の時運転する必要がない。くっ、ダセーな。でかい高級車を乗り回したいとか思わねえのか。スピードぶっ放したら気持ちいいんだぜ。お前もカーチェイスって知ってるだろ。映画なんかでやるやつだ。俺は札から逃げる時あれを何度も経験した。ほらお前も知っているだろ。駅前の信号よ。あそこは普通に運転していても事故が多い。それを逆手に取ったんだ。信号の変わりっぱなに札を巻いて見事裏道を走り抜けた時なんか最高の気分だったぜ。そういうことには縁がありませんね。これも事実。俺はそもそも警察に追われるようなヘマをしたことがない。むしろ表の顔を駆使して警察や弁護士にも馴染みがいるほどだ。勝者だ。ネクタイなんか締めやがって。そんな仕事は俺には縁がねえ。男ならドカンと稼ぐもんよ。お前だってそういうのに憧れるだろうが。ああ、そういう生き方もありますね。まあお前には逆立ちしたってできないだろうがな。お前何か悪いことした経験あるのか？これはまずい展開だ。正直俺はその手のエピソードなら事欠かない。もっともそのどれもが先ほどの心臓の話とは異なり、もっと巧妙で頭を使ったものだが、組員たちの前でなら頼まれればそういう話の一つや二つ披露することもある。しかし今はアンの前だし、初対面から印象を悪くするわけにはいかないだろう。そうですね。僕は悪いことなんて到底できませんよ。ただ学生時代は今より派手だったので、周りからはチンピラのように見慣れていたかもしれませんね。こちらは全くの嘘。俺は学生時代誰よりも真面目に勉強しており、経営学部を首席で卒業した経歴を持つ。その知識が今の仕事にも生かされているのだ。精一杯無難に調子を合わせたが、俺の答えに心臓は大笑いした。はっはっは、大したことねえな。所詮小物か。教えてやろう。聞いて驚け。俺はお前みたいな半端者とは違う。生粋のヤクザだ。組でも5本の指に入る幹部をやっているのさ。この辺りのグレた奴らで、俺の顔を知らないのはモグリだな。これには驚いた。まさか結婚相手の父親がヤクザだったとは。顔見知りでなかったのが幸いだ。アンの表情を見ると、やってしまったとショックを受ける顔をしている。自分の父がヤクザ自慢をすることに我慢がならないらしい。彼女は俺に小声で囁いた。ごめんね。お父さんはすぐこうしてヤクザであることを自慢するの。私のこと嫌いになった？いや、ならないよ。アンはアンだ。心配しないで。俺は笑顔を作り、彼女を安心させるよう努めた。この世界に身を置く俺は、ヤクザの娘が必ずしもヤクザでないことを知り尽くしている。それに俺の注意は、アンではなく心臓に向けられていた。初対面の、それも仇の人間に、ヤクザ自慢をする男なんてせいぜい小物だ。世の中どこにどんな人間がいるかわからない。本当に危ない橋を渡っている人間なら、簡単に身元を明かすことはしないものなのだ。俺はアンと結婚したい一心で、心臓の機嫌を損ねない程度に相槌を打っていた。しかしアンはヤクザが嫌いでな。俺が稼いだ金も受け取らず、自分で奨学金を取って大学にまで進んだんだ。今年就職したところで、仇の道に進んでいる。娘の進路には口は出さねえが、代々続いたうちの家系が途切れることは残念だな。
そうは言いましても、アンさんは立派な女性です。仕事だって精一杯こなしているようです。僕はアンさんを心から応援しています。僕はそんな彼女を精一杯幸せにしますから。はあ、小さい話だな。せいぜいちんけなアパート暮らしが関の山だろう。アンに苦労させたら容赦はしねえぞ。お前みたいな小物にそれができるのか。アンだっていつヤクザの血が目覚めて、こっちの世界の女になるか分かったもんじゃねえ。そうなれお前みたいな小市民はお払い箱だ。いい気味だな。極道一家の我々とは生きてる世界が違うんだよ、チンピラ君。俺は決して気が短い方ではないが、心臓の一方的な物言いには腹が立った。こんな話を一般の会社員が聞かされたら、恐れをなして婚約破棄になることも考えられる。娘を悲しませる事態を招いてまで、自分の力を誇示する心臓の感覚か、全く理解できない。隣にアンがいなかったら、俺のヤクザとしての顔を表に出して立ち向かっていたところだ。その後も永遠と心臓の悪行自慢が続いたが、なんとか聞き流して乗り切ったのだった。商社マンで日本中を飛び回っているだと。俺は世界を股にかけて仕事をしてるんだよ。おっと、これ以上は言えねえな。お前なんかには言ってもわからねえだろうからよ。子供のように自慢げに話す心臓を、俺は冷めた気持ちで見つめていた。心臓の家を出た後、アンは気の毒なくらい平謝りをした。アンは自分は今はヤクザと無関係であること、自分に子供ができたら真っ当に育てるつもりであることを誓った。アンの小柄な体に似合わない強い決意に、俺は改めて彼女を守りたいという気持ちを実感した。結婚挨拶の翌日、心臓から二人で会いたいという連絡が入った。男だけで話したいことがあるのだという。指定された居酒屋に行くと貸し切りの札がかかっている。不思議に思って様子を伺っていると、心臓が大股でこちらに近づいてきた。おお、待たせたな。入ってくれていいぞ。貸し切りとなっていますが、いいんですか？俺が貸し切りにしたということだ。遠慮なく入るがいい。そういうことならと、俺は店の戸を開ける。すると店内はまるで営業中のように、多くの男たちが酒を飲んで騒いでいた。お客さんがたくさんいるようですが、本当に貸し切りなんですか？ガタガタうるせえな。さっさと入れ。心臓は乱暴な口調で、俺を店に押し込んだ。よく見ると客は男ばかりで、誰も彼も腕っぷしの強そうななりをしている。スーツ姿の俺を見ると、目をギラつかせたのが分かった。よう、こいつが今日の獲物だ。勝者のサラリーマンだとよ。ご立派なこったな。俺の力を分からせるために、たっぷり可愛がってやれよ。どうやら男たちは、心臓の組のヤクザらしい。一斉に俺に飛びかかり、拳を振り下ろしてきた。俺はどうにか急所を避けて、それから逃げ回った。反撃することは簡単だが、ここであまり派手にことを構えるのは得策ではないと踏んだのだ。俺を追い回すことに組員たちがヘトヘトになった頃、心臓の合図があった。もういい。なかなかしぶといやつのようだな。今日はこの辺にしといてやろう。しかしお前も今日で分かっただろう。娘なんぞくれてやる。ただしお前は俺より下。今度俺に盾つくとこんなもんじゃ済まねえぞ。俺は店に入れられた時と同じように乱暴に店から放り出された。表に出てよく見ると、ここはヤクザが経営する居酒屋だったらしい。心臓は自分の陣地で俺に手荒い歓迎をしてくれたというわけだ。俺は高級なスーツがボロボロになったのも構わず、何事もなかったかのように帰宅した。さて、俺の隠れた本業の方で大きな変化があった。しのぎでの業績が評価され、俺は異例の速さで出世して組長に就任したのだ。俺にその座を譲り渡してくれた組長は、俺なら普通の会社員としても十分やっていけるだろうということ。これからのヤクザなら金や腕力だけでなく商売の才能も必要だということを言ってくれた。組長は物静かで、普段めったに部下を褒めるようなことはない。その組長からの信頼に満ちた言葉は、俺の胸は熱くさせた。俺は代替わりの挨拶に傘下の組を回った。どこの組でも俺の若さに驚かれはしたが、
俺の実績は組の中で知れ渡っており、素直に組長就任を喜んでくれる者ばかりだった。中にはただの挨拶回りだというのに真剣にビジネスの相談を持ちかけてくる者もおり、組全体が心機一転、やる気十分である様子がうかがえた。俺は最後に庵の実家からほど近い傘下の組事務所を訪れた。組では俺が挨拶に来るという通達が出回っており、事務所の前には若手たちがずらりと並び、一斉に頭を下げてくれた。中には俺を見て恐れをなしたのか、体を震わせている者もいる。彼らのオーバーなリアクションに疑問を抱きながら、そう固くならなくていい、今日はほんの挨拶なんだから、そう言って俺は奥の部屋へと通されたのだ。傘下の組長と幹部たちが居並ぶ部屋で、一人服装の違う男がうろうろしていた。幹部クラスがビシッと決めた服装をしているのに対し、その男はラフなトレーナーで、いかにも貧乏臭い雰囲気を漂わせている。男は俺と目が合うと、どうしてお前が、と声を漏らすなり絶句した。庵の父、心臓はこの組のものだったのだ。俺は落ち着き払って心臓に頭を下げた。どうもお父さん、この度組長に就任しました。あなたには山本翔吾と名乗っていましたね。なぜだ、しかもお前が組長。周囲の組員たちは不思議そうな顔をした。そのうちの一人が、まずは組長や幹部に挨拶するのが筋ではないかと耳打ちしてきた。俺はあえてはっきりした口調で部屋にいる全員に聞こえるように言った。この方は俺の婚約者の父親なんだよ。それにこの方も幹部の一人だろ。組員たちは一斉に首を横に振った。こいつはただの使いっ走りです。せいぜい買い物ぐらいしか務まりませんよ。なんだって？先日この方に結婚の挨拶に行ったら、大きな仕事をいくつもしている幹部だと。組員たちが心臓を見る目が厳しいものに変わった。それは変ですね。大きな仕事なんてこいつには縁がありません。いやいや、立派なものだったよ。俺はこの方から直に聞いたんだ。何でも警察に逮捕されそうになったのを危機一髪で逃げおおせたとか、カーチェイスの末あの駅前の信号をすり抜けたんだって。大した人じゃないか。それはうちの組長の話ですよ。こいつはむしろ札に目をつけられるきっかけとなった男です。こいつは何度もヘマをして無所と社場を行き来している落ちこぼれですよ。無所から出るたびに涙目でこちらにすり寄ってくるから、仕方なく置いてやってるんです。俺はこの方に結婚の挨拶をしに行った時、散々悪行自慢を聞かされたよ。俺はその時仇を名乗っていたんで、舐めてかかられたんだろうね。ちまちま稼ぐなんて気に入らない、男ならドカンとやりたいと思わないのかと散々言われたんだ。俺の言葉に奥に座っていた組長の眉がピクリと動いた。何を、こいつがそんなことを言えた立場か。あれ、違うんですか。あとは女を泣かせたことがあるとかなんとか。ご冗談を。こいつはいつも女に逃げられて泣かされてばかりでしたよ。結婚してからもその癖は治らず浮気ばかりしていたんです。ある時浮気相手に入れ込んだものの、結局その女には逃げられ、嫁さんにも愛想をつかされて逃げられたんですよ。それで娘を一人で育てていたんです。そのあまりの間抜けぶりは組でも語り草になってます。面白い話だね。そしてこの方は自分はヤクザの幹部だと言って俺のことをバカにしただけでなく、俺を居酒屋に誘い込んで暴力を振るったんだよ。そこに先ほど入り口で迎えてくれた若手の組員たちが入ってきた。若手の組員はやはりあの時のと驚いている。俺を痛めつけたのはこの組の組員であったようだ。どうやら心臓は若手の組員たちに小金をつかませて言うことを聞かせ、俺を痛めつけるように指示したらしい。心臓はとにかく一般人に対して自分が上の人間であると示したいようなのだ。密室に入れられて暴力を受けるなんて、一般の会社員ならこんな小手先のことでも脅威に感じられることだろう。俺はわざとらしく驚きの表情を作った。え、もしかしてこの方は自分の立場を偽って一般人に見栄を張り、
さらに暴力を振るって自分の力を誇示したということかな。果たしてこの組ではそんなことが許されているんだろうか。もし勇気ある一般人が警察にでも駆け込んだらどうするつもりだったんだろう。こちらのおっしゃる通りだ。ヤクザであることを安易に外に漏らしてはいかん。しかもお前、立場を偽っていただと。お前なんか幹部でも何でもないだろう。今までにもそういう手口で一般人を脅かしていたんじゃあるまいな。脇が甘いことをしているからお前はすぐに足がつくんだろうが、俺たちにまで捜査の手が及んだらどうしてくれるんだ。そうだ、組の名前を勝手に使ってもらっちゃ困る。お前は自分が何をしているか分かっていないようだな。組員たちは腕組みをしながら輪になって心臓との距離を詰めていく。特に幹部たちは自分の名前を語られたように感じたらしく、不快感をあらわにしている。心臓は実に情けない表情で体を丸め縮こまっていた。どうぞお助けを。ほんの出来心でして。出来心なんかで組の話を表に出されてたまるもんか。居酒屋での出来事だけでも重大な違反だぞ。あの店がうちの大事なしのぎの一つであることは分かっているんだろうな。変な噂が立ったらどうしてくれる。後先を考えないにも程があるだろう。その他にも目に見えない違反をたくさん犯しているんじゃないのか。組長は重々しくうなずいた。途端に周囲の組員たちはまるで機械に操られたかのように一斉に心臓に飛びかかった。やめて、助けてください。徹底的にやれ。ましてや我々の組長に手を出したとなると重大な反逆だ。まさかこの方がそんな大事な人とは知らなかったもんで。知らなかったで済まされるか。お前は下っ端だからお目見えの機会もなかっただろうが、山本さんはこの業界では知らぬ者のいない切れ者だ。お前なんかの手に負える相手じゃないんだよ。覚悟しろ。この組は全体的に組員の年齢が若い。制裁も勢いたっぷりで、あっという間に心臓はズタボロになった。自分の息子ほどの年頃の組員からいいように扱われる心臓は無様だった。もうダメだ、ご勘弁を。床にごろりと転がった心臓のポケットからタバコのようなものが転がり出た。なんだこれは、見たことのないタバコだな。返してください。心臓の必死の願いは聞き入れられず、組員たちがそのタバコの箱をしげしげと見つめた。おい犬、匂いを嗅げ。犬と言われた組員は心臓のタバコの匂いを嗅いだ。犬とは変わった名前だ。しかし馬鹿にされている様子でもない。すかさず組員が俺に状況を教えてくれる。あいつは鼻が利き、いろんなものの匂いを知っているので冗談交じりに犬と呼ばれているんです。元は中毒者でしたが立派に更生しました。こういう時は頼りになります。犬はしばらく匂いを嗅いだ後、確信を持ってこれは違法なタバコですねと言った。どうやら彼は麻薬探知犬のように怪しい物質を嗅ぎ分けることができるらしい。なんだと。組長をはじめ組員たちが色めきだった。犬によるとこのタバコは国内で認可されていないもので、おそらく海外から仕入れたものだろうということだ。しかも心臓は粗悪品をつかまされており、手にしていたのは普通のタバコにほんの少し違法な物質を混ぜたものらしい。それでも危険な物質に変わりはなく、素人が手を出したらどうなるかわからないとのことだ。お前、妙に羽振りがいい時があると思ったら、まさか。その時、心臓のスマホが鳴った。もしもし、なんだって、あのタバコが嗅ぎつけられた。心臓は、これで終わりだとばかりに天を仰いだ。どうしよう、俺の稼ぎの大半はこのタバコだったというのに。そして組事務所の扉を切羽詰まった調子で叩く音が聞こえてきた。入れてください、俺は怪しいものじゃありません。扉を叩く人物の声は若く、警察などでもなさそうだ。若手組員が慎重に確認し、組事務所の中に入れた。もちろん辺りに警察などが張っていないかも確かめた上でのことだ。今日は騒がしいな。君は一体何者だ。俺はただの大学生です。
繁華街で遊んでいたら、この男にタバコを紹介されたんです。大学生は心臓を指さした。心臓は精一杯、首を横に振って抵抗している。最初は無料でいいと言われ、外国のタバコが好きな俺は試してみました。市販のタバコとは味わいが違うので、とても気に入りました。ところが次第に、このタバコが癖になり、どんなに努力しても止められなくなったんです。俺は毎晩この男を街で探し歩くようになりました。その度に高額をふっかけられ、タバコの値段はどんどん釣り上がり、それでも買わざるを得ませんでした。不審に思った俺は、大学の研究室でこっそりこのタバコの成分を調べました。大半は普通のタバコと変わりませんでしたが、一部に違法な成分が見つかりました。俺は慌てて、こいつが以前名前を出していた組の事務所を調べ上げ、こうして乗り込んできたんです。大学生の言葉を聞いた組長は、目を丸くした。それでは、青菜だよ。お前のやっていたことは、そこいらのチンピラ以下じゃねえか。お前ヤクザだけでなく、こんな未来ある若者に違法なものを売りさばいていたのか。心臓は言葉を発しない。そうです。研究室で俺はびっくり仰天しました。このタバコに入っているのは未知の成分で、健康被害もどうなるかはっきりしていません。俺はこのタバコを手に入れるためにバイトを増やしましたが、それももう限界でした。どうかこのタバコを止める方法を教えてください。組長は固く手を組み、大学生に尋ねた。では君は、警察に追われたとかではないんだね。はい、警察にはまだ見つかっていません。自分の危機を感じてここに来ました。大学生は一見真面目そうであり、ヤクザとつるむようなタイプには見えない。心底困りきって、ここを訪ねてきたようだった。なるほど。大丈夫。私は君を悪いようにはしないよ。しかし、花だ。お前は問題だ。こんな商売をしていたら、警察が嗅ぎつけるのも時間の問題だろ。お前は何ということをしてくれた。この島で仕事ができなくなったらどうしてくれる。簡単ですよ。この大学生を切り捨てればいいんです。バカを言え。こちらに来てくれたからいいものの、警察に駆け込まれたらどうするつもりだ。犬、お前世話をしてやれ。組長が指名したのは、意外にも犬と呼ばれた男だった。犬は違法な成分に詳しいだけでなく、依存症から抜け出す組織にもパイプがある。学生さんよ、犬に手取り足取り教えてもらいな。それから、どんなに急ぎとはいえ、一人で組事務所なんかに乗り込むのは危険だぜ。これに懲りて、今後はよく気をつけることだな。はい、もう二度と、こんな怪しげなものには手を出しません。犬と大学生は別室に行き、何やら話をしているようだった。どうやら連絡先を交換し、依存症から抜け出す手立てについて、犬が教えてやっているようだ。俺は犬という組員の存在を知らなかったが、こんなに頼りになる人材がいるとは驚いた。さて、残った問題は花だ。お前だけだ。組長以下、全員が心臓を見つめている。へえ、どうか寛大なご処置を。できるわけないだろう。お前は一体何人の人間に迷惑をかければ気が済むんだ。これからはまともにやっていきますから、組の信用を揺るがす行為をしておいて、今後も何もないもんだ。俺はお前を絶対に許さない。お前とはもう絶縁する。二度とうちの島に姿を現すんじゃない。そんな。山本さんにも多大な失礼をやらかしただろうが。そうだ、その手があった。山本さん、お願いですから、あなたの力で俺を助けてください。心臓は、かつての威勢もなくし、俺の前で手をついて土下座をした。俺が一言許すと言えば、確かに心臓の首はつながる。だが俺が、そんな優しいことを言うだろうか。答えはノーだ。俺は争いを避けるために、穏やかなふりをしていただけに過ぎない。内心では、こんな無茶苦茶な男を許すものかと、炎が渦巻いていた。あなたがヤクザであることを自慢したとき、こいつは小物だと思いました。真のヤクザなら、悪行自慢など一般人に話さないものです。あなたが大したやつじゃないことなど、初めから分かっていましたよ。そうです。俺はチンケなヤクザに過ぎません。
今までちょっと話を持ってました。この通り反省しましたからお許しください。バカ言ってんじゃねえ。俺は心臓を一喝した。心臓は肩をびくりと震わせる。今まで事の成り行きを伺っていたが、ついに堪忍袋の尾が切れたのだ。お前、舐めたこと言ってんじゃねえぞ。何が幹部だ、何がヤクザだ。お前みたいなのがいたら、俺の顔まで潰れちまうわ。これ以上痛い目に遭いたくなかったら、おとなしく荷物まとめて出ていくことだな。手切れ金代わりに、あの家はもらってやる。それでは、俺はこれからどうやって生活すれば、知るか。大の男がそれくらい、自分で何とでもしな。お前には何一つ残さない。財産は全部置いて、ここから立ち去るんだな。今後俺の前に姿を現したら、ただじゃ済まねえと思っときな。へい。心臓は尻尾を巻いて逃げていった。あいつには以前から怪しいところがありました。しかし、たかが使いっ走りだからと様子見に徹していたんです。まさかあんな悪事に手を染めていたとは、ヤクザも終わりですね。あなたのことがきっかけで、あなたの行為が暴かれてよかったですよ。組長は俺に握手を求め、最大級の感謝を表してくれた。俺としても傘下の組に平穏が戻れば、それに越したことはない。怪しい目は摘み取っておくに越したことはないのだ。花田というお荷物がいなくなれば、さらに収益が上がるだろうという経営上の計算もあった。お力になれたのなら何よりです。では改めて組長就任のご挨拶を始めましょうか。こうして俺たちは何事もなかったかのように挨拶をし、無事組の秩序を取り戻したのだった。俺はアンと結婚式を挙げた。そこには心臓の姿はなかった。心臓はアンに短いメッセージを残し、どこか遠くの土地に消えていったのだ。結婚挨拶のことを気に病んでいたアンは、父がいなくなったことを悲しむどころか、俺に余計なことを言う親類が消えたことに安堵感を持ったようだ。私、翔吾さんと結婚できて本当に幸せ。これからずっと一緒にいてね。もちろんだ。二人で温かい家庭を作っていこう。俺たちはちょっと見たところ、普通の夫婦と何ら変わるところはない。実際俺は人を傷つけたりはしないし、まして心臓のように一般人に絡むことはない。家庭を持てることとなり、これからもクリーンな仕事を心がけようと決意は新たにした。俺はこれからも本当の身分は隠しつつ、アンと幸せな人生を歩もうと思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。